はい、ということですね。本日のスタート、遊郭編の第1話のスタートはこんな感じとなっておりまして、まあ、無惨がね、子供の姿をしていて、人間社会に溶け込んでいる場面っていうのがね、描かれておりました。まあ、具体的には、ま、図書館にね、本を取りに行ってね、ちょっと帰るという場面がね、映されていたんですけども、何の研究をしてるんでしょうかね、というものとなっております。はい、で、まあ、無惨の目的なんですけども、無惨はね、太陽を克服するために、まあ、研究する、ためとして、まあ、子供を授からなかった家、まあ、孤児のふりをしてね、潜入していたということで、まあ、ちょっと本当にあの家の人がかわいそうだったんですけど、子供を授からなかったんで、ちょっとね、この子が来てくれて嬉しいんだよみたいな感じのね会話をしておりまして、まあ、やっぱ孤児のふりをねして潜入してるということでね、こんな感じで写真なんかもねありまして、ちょっとかわいそうだねこの家族ね、この後多分裏切られるんだろうな、殺されるんだろうなと思うんですけど、いやすごいかわいそうなね家族ですね。もう研究のためなら何でもやっちゃいますよという無惨となっております。でまあ続いてね、そこに赤座が報告にやってくるわけなんですけども、報告の内容としましては、青い彼岸花が見つからなかったと、まあ、報告します。で、まあ、赤座はね、無限列車編の日に何をしてたかというとですね、青い彼岸花を探していましたよとなっております。まあ、ちなみに青い彼岸花とはちょっと知らない方に説明しますと、まあ、補足としてね、太陽を克服するための、まあ、必要な材料ということで、まあ、それ以上語っちゃうとね、ネタバレになっちゃうんで、まあ、そんな感じのものとなっております。で、まあ、柱をね、始末したことを報告するね、赤座なんですけども、まあ、ご安心くださいなんてね、言うんですけど、そこでね、無惨が、まあ、ぶち切れるわけなんですよね。こんな感じで、ちょっと怖かったね。非常に怖かったんですけども、まあ、鬼が人間に勝つのは当然だと。鬼殺隊は一人残らずぶち殺せと。もう駆逐しろというわけなんですけども、まあ、パワハラね、説教が始まったわけなんですけど、まあ、ここでね、近かった赤座を向かわせたってね、無惨がね、発言していたんですけども、まあ、つまりね、まあ、そういうことですよね。赤座がま、無限列車編の時、あの時なぜ煉獄さんにこう、いきなりね、襲ってきたのかという理由なんですけども、まあ、炎武がね、任務を果たせなかったことにね、苛立った無惨が、まあ、近くにいた赤座をね、煉獄の元へ送らせたということになっているので、まあ赤座がね自分の意思で攻撃しに行ったというわけではなくて、まあ無惨がムカついてねそこに送らせたとなっておりますね。はい、まあ任務が失敗したことにね結構イライラしてたんじゃないですかね無惨様は。はい、まあそんな感じとなっております。でまあそしてねそこでね無惨が柱でもないものから一撃を受けるなんて上限も落ちたものだなと赤座には失望したなんてね言うんですけども、赤座がめちゃめちゃイライラしておりまして無惨に対してめちゃめちゃイライラしててこの野郎みたいな感じになっててねすごい良かった。ですけど、まあ赤座がねその後ね、まあ炭治郎のことを憎んでましたね。あの野郎のせいでよ、無惨にめちゃめちゃ言われたんだよみたいな感じでめっちゃイライラしてて、刺された刀っていうのをもう本当にギッタギタにね、しておりましたね。はい。まあここはなんか赤座というか上限の鬼が出てきたことによってね、今までは無惨様にペコペコする鬼が多かったんですけど、こんな感じで密かにやっぱ裏でね苛立ってるっていうところがすごい上限の鬼らしくて、すごい良かったですねこの場面っていうのは。はい。でまあ続いてね場面は長屋敷になるんですけども、まあ、炭治郎がね一人だけ抜け出してまあ煉獄家に向かっておりましたよねということで、まあ、煉獄さんの伝言をね伝えに行く炭治郎なんですけども、まあ、そこでねなんと酒柱煉獄パパに出会ってしまいますよということでちょっとね気まずい状態となっております。でまあ炭治郎とね煉獄パパがね喧嘩になるわけなんですけども、まあ理由としましては煉獄のお父さんがね耳飾りを見てお前火の呼吸の使い手だろうとバカにしてるだろうと調子に乗りやがってこの野郎と言ってね言いがかりをつけてで炭治郎にね喧嘩を吹っかけるわけなんですけども、まあそれに対してねまあ炭治郎も怒ってね喧嘩に発展していくというわけなんですけども、まあセリフがマジでここ良かったよねということで炭治郎のセリフにちょっと注目していきましょう。まあ調子に乗りやがってと言われたことに対して炭治郎がね調子に乗れるわけがないだろうと今の自分の弱さにどれだけ打ちのめされてると思ってるんだこのクソジジイということで、やっぱこのセリフがめちゃくちゃいいんですけど、もし強かったら煉獄さんをあの時助けられなかったのはなんでだというところでね炭治郎がね自分のことをやっぱ攻めるね、セリフとなっているんですけど、まあ、こういうところやっぱ炭治郎のなんかね真面目さというか謙虚さっていうのがまあ、出てるセリフとなっておりまして、まあ、非常にねここはあ炭治郎らしいセリフだなということになりましたね。でまあ火の呼吸だろうみたいな感じの場面でね頼市がね出てきていたんですけども、こんな感じでかっこいいっすね頼市ね。はい。まあ、原作勢の方は頼市が誰だか分かってると思うんですけど、頼市今後出てきます。はい。でまあ喧嘩がどんな感じで収束したのかっていうことなんですけど、あのいつもの感じでね、頭突きする炭治郎ということで、はい、シリアスな展開にギャグを挟んできて終わらせるっていうマジで手法としては上手いなと僕は思いましたね。はい。いつもの感じでねちょっと笑っちゃったんですけど、頭突きする炭治郎で終わりました。はい。で炭治郎とね煉獄の弟の会話シーンになるわけなんですけど、煉獄さんの話だったり縁柱の手記なんかをね見たりするんですけど、まあ手記がボロボロになっていたりね
ね、まあお父さんがねビリビリに破っちゃったみたいでね、まあ何の手がかりも得られない炭治郎となってるんですけど、まあそこでね、日の神神楽が正しく使えないのは自分の体力のせいだと、まあ自分のことをねまた責める炭治郎なんですけども、まあここでねちょっとね、いいセリフが生まれておりまして、まあ炭治郎がね、弟に対して、京次郎さんのように強い柱になりますよと、いうわけなんですけど、まあここが非常に良かったですよね。弟がやっぱ兄のことを告げなかったっていうのが、まあその後に話されていたんですけど、まあ弟はねちょっと才能がなかったみたいで、まあちょっと剣士はできないなということで、まあすごいその炭治郎がね後を継いでくれる感じっていうのがね、本当に嬉しそうにしておりまして、涙なんかも流しておりましたね。まあそれはでも非常に良かったんじゃないですか。まあやっぱ兄の意志がね継いでくれるものがねいるっていうのはすごい弟からすると本当に嬉しいことなのかなと思っております。なんでここは非常に良かったですね。はい。でまあそしてね帰り際にね妻をもらうシーンこんな感じであったんですけども、まあここはね非常にね原作前にはたまらないものがあるんじゃないかなと思っておりまして、まあ僕なんかもね結構うるっときたんですけども、まあちょっとアニメ前にはわかんないかもしれないですけど、ちょっとこれね唾ねもらうシーンね非常にねいいんですよね。はい。で続いてですね、まあ本日最も重要なね見どころシーンとなっているんですけども、こちらね煉獄弟が父に煉獄さんの最後の言葉について報告するシーンなんですけども、こちらが良かったですね。体を大切にしてほしいという言葉に対して、まあただそれだけしかなかったことに対してすごい号泣する煉獄さんのお父さんがね描かれたシーンなんですけども、いやおそらく本音が出たシーンというか、やっぱり煉獄さんのことを誰よりも心配していた、やはりそこは父だったというところがね非常に良かったですね。めちゃめちゃ号泣してましたね。我慢してたんでしょうかね。やっぱ意地っ張りなね感じの父親ですから、体を大切にしてほしいっていうそれだけしかなかったね最後の言葉に対して非常にちょっとグッとくるものがあったんじゃないでしょうかね。はい。いや、ここは僕もね、泣いてしまいましたね。よかったです。はい。で、まあ、その後ね、鋼塚さんなんかに追いかけられるシーンなんかもあったんですけど、その辺はね、ちょっと飛ばして、まあ、ここよかったね。全部兄寄りのシーンなんですけど、まあ、炭治郎が雨の中一人で任務に向かうシーンとなっておりまして、根塚もね、戦ってたんだけど、コンビネーションというか、まあ、なんか炭治郎の成長がね、ちゃんと描かれたシーンとなっておりまして、これね、成長してなかった以前ですと、根塚と一緒に戦うシーン、ぎこちなかったんですけど、なんか結構本当にこの二人のコンビネーションっていうのができていて、やっぱり成長を感じられるねパートとなっておりましたね。はい。でまあエフェクトなんかもすごかったんで、この辺はちょっと皆さん見返してみてください。個人的にはここのアニオリシーンなんですけど、すごい良かったですね。原作勢にもやっぱ新規の目として楽しませてくれるっていうところでもすごい良かったですね。はい。でまあ屋敷に戻るとなんとあやつが来ておりましたね。はい。渦井天元がね来ておりましたねということで、まあ無理やりね任務に連れてかれてしまうわけなんですけども、まあ葵ちゃんとねなほちゃんが連れてかれていってしまうんですけども、それをね取り返そうと必死にちょっとねカナオが模索する姿っていうのがねめちゃくちゃ萌えでしたね。はいめちゃくちゃ萌えでしたね。はい。ここマジで可愛くないですか。カナオ推しがねちょっと増えそうなねシーンとなってるんですけど、なんかいろいろやっぱこの辺もカナオの成長というのがね描かれていて非常に良かったですね。はい。でまあそこにね炭治郎が戻ってきて、まあ俺たちが行くよと言った瞬間にかまぼこ隊のね二人がね召喚されるわけなんですけども、まあここがね非常にねかっこよかったですよね。はい。なんかあうんの呼吸というかね、この三人のなんか仲間感がすげえ強くなってて非常にかっこよかったですね。はい。でまあそこでねあっさりまあいいかと、この三人でいっかと、まあ、認める渦井天元なんですけども、まあそこでついに遊郭園次回向かうというところで、まあ今回終わりましたと。はい、ということでですね、今回第2話のスタートはですねこんな感じで行ってきますからスタートしたんですけども、まあ、ここでね相変わらず遊郭について説明する宇治さんなんですけど、まあ、ボケっていうのがめちゃくちゃ渋滞しておりまして、まあ、いつもねボケてる善逸が唯一のツッコミ役に変わるということで、もう逆の構図ができておりましたね。ツッコミ役がいてよかったねって感じですねいつもの感じだったら全員ボケてるから相変わらずの感じなんですけど、まあ、そしてね、ここでま、行ってきますということで、ついに遊郭に入るわけです。はい、こちらね、いやーちょっとワクワクするねワクワクするねーって感じなんですけど、まあ、今までのね、雰囲気とは本当にガラッと変わったような感じでね、めちゃくちゃ新鮮な感じで、すごいやっぱテンション上がりましたね。ほんと無限列車編ともまたかなり違うね、雰囲気になって始まったなって感じでしたね。はい。で、すごかった
のがね、このシーンになりますね。このシーンなんですけど、ここね、人たくさんね、いると思うんですけど、ここの場面でですね、なんと人がこう歩いてるんですけど、その数が半端じゃないよっていうね、本当に奥の人まで歩いてるんだよねっていう、めちゃくちゃ細かいんだよね。めっちゃ大量の人が歩いてるんですよ、背景で。背景ですよ。背景で歩いてるんですよ。で、ここ UFO テーブルさんの細かいこだわりっていうのをすごい感じまして、それがもう感動してしまいましたね。すごかったんですよ。マジでここ見てください。マジでそんなに動かすのかっていうくらい、本当に奥の人まで歩いてるんですよね。もうアニメの次元を超えようとしているっていうかね、現実になってきてる。すごい UFO テーブルさんって感じなんで、まあ、ちょっとここすごかったよっていう話でした。で、まずですね、富士の家紋の場所にね、こんな感じで行ってね、まあ、宇髄天元からね、遊郭の説明、まあ、潜入の目的についてね、なんでここに来たのっていうことをね、聞くわけなんですけども、まあ、今回遊郭に潜入した目的はですね、宇髄天元の嫁を探してほしいとのことみたいですね。宇髄天元の嫁はですね、3人おりまして、その3人を探してほしいとのことみたいですと。で、先に潜入していた、まあ、宇髄の嫁だったわけなんですけども、まあ、鬼の情報を集めておりまして、その3人の嫁とね、宇髄が定期連絡をね、取っていたらしいんですが、その3人とも連絡が途絶えたため、今回遊郭に直接足を運んで、その嫁をね、探してちょっと怪しいんじゃないかなということで、まあ、遊郭に来たわけみたいですね。で、なお、宇髄天元は鬼の情報を集めるために、まあ、嫁探しはね、炭治郎たち3人でやってほしいとのことみたいですね。はい。で、すでに鬼の気配がする怪しい店は絞ってあるらしくて、炭治郎たちは極力目立たないようにその店に潜入してほしいとのことみたいですね。はい。で、まあ、それでまあ、目立たないっていうことで、こうなったみたいなんですけど、相変わらずのブッサイクやなぁということでね、化粧した炭治郎たちはもうブッスーって感じでね、もうここ初見で見た時マジで笑っちゃったんですけど、これ目立つやろと、逆に目立っとるわと感じなんですけど、はい。で、そんなわけで、まあ、店で雇ってもらうために交渉するわけなんですけども、まあ、宇髄天元がですね、相変わらずのイケメンすぎてですね、交渉が成立しちゃうよということで、どんなにブッサイクでももう売り手のね、宇髄天元がね、もうイケメンすぎてね、交渉が成立しちゃうわけなんですけど、まあ、ずるいねずるいね。そして宇髄天元めちゃくちゃかっこいいねめちゃくちゃかっこいいね。で、最初の店にはですね、炭治郎が選ばれておりましたねということで、はい、住みこ就職決定ということになっておりましたねブスで、続いてですね、残り二人はですね、まあ、店にね、向かっているわけなんですけども、他の店に向かっているわけなんですけども、まあ、その道中でですね、時と屋のね、一番位の高い遊女、恋夏の花魁っていう人がね、客を迎えに行く姿っていうのがね、今回描かれておりましたね、ということで、こちらね、遊郭らしい雰囲気をね、早速出してきたわけなんですけども、可愛いですね、恋夏の花魁さんね、で、そしてやっぱ、遊郭の中、雰囲気っていうのをすごい感じ取れる場面で、なんかすごいいいなって感じでしたね、ここは良かったです、すごい、で、それを見てる伊之助も相変わらずぶっさいげなーってことでもう耳クソなんかほじっちゃってね、ちょっともう大丈夫かって感じなんですけど、ということで、なんかさらっと、なんかそんな伊之助ですが、オファーを受けちゃって、で、伊之助もなんと就職決定と、伊之子就職決定となっておりましたね。なんでって感じなんですけど、その理由はですね、こちら、はい。化粧を落としてみると、なんと伊之助はめちゃくちゃ顔が整っておりますよということで、これに気づいた、まあ、店の人がね、化粧落としたらこれ可愛くなるんじゃないかみたいなね、気づいた店の人がオファーしに来たということでね、はい。まあ、そうやなということですね。はい。まあ、なんか声出さなかったらもう美女に見えちゃうよね伊之助ね。はい。で、続いて余り物の善逸はどうなったかっていうとですね、何をしてるのかってことなんですけど、なんだこれはということで、なんと京極屋っていう場所ですね、タダで売りつけられておりましたもう何でもこいつトイレ掃除でもやるから、とりあえず受け取ってくれよみたいな感じでね、もう本当にタダで、売ってましたけど、はい。で、それに怒り狂った善逸がですね、三味線を弾いているっていう描写があったんですけど、こちらね、はい
これね、マジで雰囲気出ててよかったんですけど、めちゃくちゃ三味線うまいんだよ。なんか音楽の才能があるっていうことでね、こんな感じで雷のエフェクトなんかも入っていたりしてね、すごいなんか音ハメというか、マジでかっこよかったんで、ここちょっとなんか何回も見返したくなるようなね、場面でしたね。はい。普通に音楽もね、良かったっすね、ここね。で、早速働く炭治郎なんですけども、なんか炭治郎意外と可愛くねっていうことで、キャラデザのせいなのかな？なんか可愛いんだよなーって。炭治郎推しも若干増えてしまうような、そんなね、可愛い描写だったんですけども、炭治郎意外と可愛いよということでね。はい。まあそんな感じで働く炭治郎なんですけど、そこでですね、なんと嫌な噂を聞いてしまうわけなんですね。で、それは何かと言いますと、スマオイランが足抜けをしたっていう噂を聞くんですよね。で、足抜けっていうのは何なのかっていうことなんですけども、まあ要は借金をせずに逃げることを示すことなんですね。で、スマは今回潜入してるので、足抜けをするっていうのはありえないですよね。だからここちょっと、怪しいぜ怪しいぜって感じでね、嫌な香りがしてきたなーって感じなんですけど、そんな展開になっていたわけなんですけど、ここでね、恋夏の花魁がね、来るわけでね、そこで炭治郎が恋夏さんにね、スマ花魁のことについて聞くわけですよ。スマ花魁は足抜けしたんですかと、もう土直球に聞くわけなんですけども、そうするとですね、こんな返答が返ってきます。なんでそんなこと聞くんですかと。まあ当たり前なんですけど、なんでそんなこと聞くんですかと、返ってきてね、炭治郎がめちゃめちゃ困るわけですよ。って感じでね、困るわけなんですけど、まあ炭治郎が必死に嘘をつこうとするわけなんですよね。で、こんな感じで、相変わらずの正直者みたいで、はい、顔がおかしくなっちゃってましたね。ここはめちゃめちゃ面白かったね。うん。まあ正直者の炭治郎は嘘をつけないみたいですね。はい。で、こう言っておりましたね。わしの姉なんですが、手紙のやり取りをしておりまして、スマは足抜けするような人じゃないはずですって言っておりましたね。まあだから自分の姉設定でね、尋ねたわけなんですけども、そこで恋夏の花魁さんによるとですね、スマがいなくなった時、日記が見つかって、そこに足抜けすると書いてあったそうなんですよね。だからスマは足抜けしたということになってるみたいなんですが、まあその日記っていうのは本物なのかと、鬼が作った偽物の日記ではないのかと、すごい怪しいね、展開になってきましたね。はい。だからまあスマはちょっと今のところどっか行っちゃったみたいなんですけど、大丈夫なんですかね。はい。で、そしてこちらね、伊之助も早速働いてるみたいなんですけども、伊之助もですね、嫌な噂を耳にします。で、それは何かと言いますと、牧代さんが部屋に閉じこもったきり出てこないというね、噂を耳にします。で、これは確実に牧代に何かがあったということを意味しておりまして、まあ伊之助はそれを怪しんでね、牧代の部屋に向かっている描写っていうのがね、描かれておりましたね。はい。で、相変わらずなんですけど、伊之助は潜入に徹底して偉かったっすね。なんかね、描写として、まあ言葉を発すると、まあ男ってバレるじゃないですか。だから挨拶する場面っていうのがあったんですけど、伊之助はね、丁寧にお辞儀をしておりまして、まあそこはなんかね、伊之助の成長というかね、なんかちゃんと花魁としての仕事というか、スパイを徹底してんなーって感じがね、しっかり出ておりまして、伊之助やるやんっていう感じでしたね。はい。なんか普段伊之助結構バカ描写が目立つけど、いざこういう勘が鋭い場面になってくると、伊之助結構活躍してきますよねっていうのが、すごいなんかギャップというかね、うん、かっこよく見えちゃいましたね。よかったっす。はい。そして場面は移り変わり、こちらが牧代がね、拷問されている姿ということでね、ちょっとどこなんでしょうかねって感じなんですけど、牧代の部屋なんでしょうか、それともまた別の場所なんでしょうかっていうことなんですけど、まあ、ダキのね、帯に拷問されておりましたね。で、ここちょっと面白かったのが、ダキとダキの帯で声が違ったんですよね。で、帯はもちろんダキがね、血鬼術で操ってるんですけど、帯が喋ってる声と、ダキが喋ってる声で、まあ、声優さんが違うということで、面白いことやってくるじゃんっていう感じでしたね。制作陣ね、そんなことやってくんのって感じなんですけど、ちなみに帯の声優は伊藤静香さんということで、結構有名な方でしたね。はい。なんでそんなことやってきたんだろうって感じなんですけど、ちょっと面白いですね。で、こんな感じでね、牧代が拷問されている姿っていうのがね、映されていたんですけども、牧代さ、でかくね。うん。なんか関係ない話ですけど、牧代ってでかくないですか？あれ？原作の時こんなにでかかったっけ？なんか肥大化してね。どこかとは言いませんけど。あれ？なんか、え？え？
ちょっと自分で配信で見返した時に、あれ、マキオってなっちゃったんですよね。ちょっと次回楽しみだな。で、最後にね、イノスケがマキオの部屋に向かっているっていうところで今回のね、話は終わったというわけなんですけども。いやー、次回が楽しみですね。イノスケが鬼の正体をついに掴むのかっていう感じなんですけど。いや、なんか次回ちょっと話が動きそうなね、回となっておりますね。はい。いや、ちょっと30分じゃ足りんよ。本当に。もう体感時間5分だったからね。マジで。もうすぐ終わっちゃったよね。はい、ということですね。今回遊郭園の第3話はですね、アニオリからのスタートでしたね。ということでこんな感じで、まあ、江戸時代ですね、わらび姫オイランの悪行に気づいた者がおって、まあ、それを指摘して部屋に入った瞬間抹殺されるという描写がね、最初に描かれておりましたけども、まあ、200年前ぐらいですかね。まあ、大正時代、まあ、炭治郎たちがいる時代からすると、まあ、そのぐらいになるかなと思うんですけど、まあ、そんな昔からこの鬼だけが存在していましたよという描写がね最初にあって、まあ、怖いですね。そんだけ長くいたんだなっていう、怖いしすごい強そうですね。もう瞬間的に抹殺されてましたからね。で、まあこちら冒頭アニオリだったんですけど、もう本当に素晴らしいアニオリでしたね。いいつかみでした。はい。そしてまあ続いて前回の続き、まあ伊之助がね、マキオの部屋をこんな感じでまあ眺めるシーンというか、まあ探り探りでついにね、まあマキオの部屋をね開けるわけなんですけども、するとですね、こんな感じでもうやばい光景が広がってましたね。まあ、ここで戦闘が繰り広げられたのかっていう感じなんですけど、もう何があったのかっていう、もうすごいちょっと暗い部屋でね、不気味だったんですけど、あれと、マキオの存在はそこにありませんよと。さっきまで拷問されていたのに、まあ、逃げたんでしょうか、はたまた別の部屋だったんでしょうか。そこでですね、まあ、伊之助が、まあ、窓も開いていないのに風が吹いているよということで、まあ、少しね、伊之助があれおかしいなってなって、まあ、伊之助は感覚が鋭いので、まあ、天井にね、あるものが逃げたことに気づくわけなんですよね。そうです。天井裏に滝の帯が、まあ、逃げたということなんですけども、まあ、マキオはね、どこに行っちゃったのか、ちょっとわかんないですけどね。はい。まあ、ひとまず、そんな逃げた滝の帯を、まあ、うどんをね、天井にこう投げつけてですね、てめえ居場所バレてんぞってね、言うわけなんですけど、まあ、するとですね、ドカドカドカと言ってね、滝の帯がね、まあ、逃げていくわけですよ。で、まあ、音といいね、正体がわからないといいね、まあ、ここは非常に結構不気味な感じが出ておりまして、まあ、原作では確実に味わえなかったね、まあ、雰囲気となっておりましたね。ここは本当にすごい不気味感出てて良かったですね。はい。で、まあそれをね追いかける伊之助なんですけども、まあその先のね居場所を特定して、まあ壁をねこういう風に殴ろうとするんですが、まあそういったところでまあ人の邪魔が入ってね、まあ人を殴ってしまうということになるんですよね。で、まあ無駄にいい作画ということで、謎のモブが殴られてる作画なのにめちゃくちゃ良かったですね。で、まあこんな感じで壁と一緒にボーンで殴ってね、ちょっとこれこんなに荒らして大丈夫なのかって感じなんですけど、もう店ぐちゃぐちゃになってましたね。はい。で、そんな感じで人のね邪魔が入ったせいで、まあ、ダッキーの帯を逃がしてしまうというわけなんですけども、伊之助ね結構感覚鋭いんで、まあ、気配とか結構探れる方なんですけど、さすが上限の鬼ですねということで、まあ、逃げ足が尋常じゃなく早いですね。はい。しかも気配の消し方もうまいということで、まあ、あの伊之助が、山で育ったあの伊之助がかなり焦っていましたね。はい、ここね。いやー、ちょっとワクワクしてきたな。やっぱり上限だね。さあ続いてですね、場面はまあ、自分本来の任務を忘れていた善逸ということになるんですけども、まあ、耳を澄ましてですね、何か情報を探ろうとしますと。で、するとですね、まあ、泣いている女の子を耳にするわけなんですけども、まあ、当然善逸なんで、まあ、助けに行くわけですよね。で、まあその女の子見つけて、こんな感じで、まあなんか大丈夫みたいな感じで慰めているところ、背後にやばい気配を感じます。で、これがまあやばかったんですけど、こちらね、まあそれがダキの部屋だったんだよっていうことで、ちょっと善逸お前のところにおったんかと。いや、これ上限の鬼ってね、まあ善逸が音からね、まあ感づいていたわけなんですけど、一番行っちゃいけない場所にね善逸が行ってましたね。はい、すごい演出良かったね。で、まあここね、もう沢城さんのアフレコがもう最高すぎて、もう本当に第一声から意識が飛びそうなぐらい幸せでしたね。
僕からすると本当に幸せでしたね。もう本当に最高のアフレコでした。はい。まあ、ダキのね、アフレコ本当にすごいよね。で、まあ、そんなことはさておき、まあ、勝手に部屋に入ったわけですから、まあ、それをね、ちょっと謝る前逸なんですけども、まあ、全力で罵倒するダキだよということで、おい、てめえなんちゃらかんちゃらって言うんですけど、まあ、ここでのちょっとダキのセリフはね、最高に口が悪かったということで、まあ、ちょっとこの YouTube 上ではね、言えないんですけど、もうかなり口が悪かったですね。もう本当に存在する悪口っていうのをすべて言ってたようなぐらい悪口だったんですよね。はい。もう初対面の子供に対してそんなに言うかっていうぐらい、やっぱり鬼でしたね。はい。まあ、これはね、本編でま、皆さんぜひぜひ、ほんとに聞いてほしいんですけども、沢城さんのアフレコっていうのがね、ほんと先ほども言ったんですけども、いい部分っていうのがすごい前面に出てて、ほんと最高のアフレコでしたね。はい。で、まあ、そしてね、そんなダキなんですけども、子供の耳をね、思いっきり引っ張ってね、お前部屋の片付けしとけって言っただろう、みたいな感じで、マジでブチギレるダキなんです。けどもうちょっと耳から血が出たりしてねちょっと怖かったんですけど、さすがにやりすぎなんではないかと思ったところやっぱ止めに入る善逸なんですよね。でまあ善逸それはちょっとやばいんだよねっていうところで、まあさすがに止めに入りたいところではあるんですけど、まあちょっと上限の鬼ダキの前にちょっと関与しない方がいいんじゃないかっていうすごいドキドキ感とね恐怖を覚えながら僕も見ていたんですけど、ちょっとここはヒヤッとしましたね。でまあそんなところでちょっと気になるところでまあ一旦場面は変わりまして、時と屋のね、炭治郎の描写に移り変わるわけなんですけど、こいつ平和やな。こんな善逸こんななってる時に平和やな。うん。そしてもう、猪之助もあんなにね、ドタバタしてた時に、めちゃくちゃ平和やな。で、なんかさ、やけに炭治郎可愛くないっすか？ここの、脳のバグが生じてるのかもしれないですけど、炭治郎なんかちょっと可愛いし、しかもなんか若干エッチいのよ。大丈夫？俺大丈夫？頭おかしくなってる？みんな思わなかった？で、まあ、相変わらずの働きっぷりの炭治郎ということで、まあもう社畜の精神が宿されてましたね。はい。宿主もね、ちょっと炭治郎働きすぎて困ってましたね。まあそんなね平和な世界は置いといて、まあ猪之助がね店をめちゃくちゃにしてたから、まあ当然叱られちゃいますよねということで、まあおかみさんがねこんな感じで部屋にやってきたんですけども、何やってんだお前ということで、なんだこの謎のポーズということで、なんか集中力高めて気配を探っていたみたいですね。なんかこのポーズが一番集中できるのかな、よくわかんないですけど、なんかルーティーンみたいになってましたね。はい。でなんか猪之助も謎にやけに可愛いなということで、これもやっぱ脳のバグかなんかなんですかね。なんで猪之助こんな可愛いんですか。おかしいですね。男の子ですよね。可愛いんだよな。まあ、こっちの平和の世界もちょっと置いといてということで、まあ、善逸どうなったんだよ、あの後どうなったんだよって感じなんですけども、こんな感じでね、ブサイクなお前が私に触るんじゃねえよという感じで一発お見舞いされておりましたね。はい。やばいってやばいって喧嘩始まっちゃうって。てな感じのところでね、まあ、ダキの回想に入るわけなんですけども、てか、よく見るとダキの手さ、これやっぱ鬼だよね。明らかに手のさ、色がさ、白くないっすか？化粧とかの色じゃないと思うんだよね。まあ、この辺やっぱり細かい演出とかも含めて、まあ、アニメーションでしか表現できない色っていう表現なので、まあ、そこはやっぱり伏線じゃないけど、鬼なんですよっていうね。一応そういう細かい演出になってますね。素晴らしいです、UFO さん。で、まあ、ダキの回想なんですけども、まあ、2日前にあった京極屋の事件ということで、その真相が語られておりました。まあ、ダキのね遊女としての名前はねわらび姫なんですけども、まあ、おかみさんにねいい加減人を減らすのはやめてちょうだいと、追い詰められるわけですね。そしてまあおかみさんはねお前人間じゃないだろうとね、まあ、感づいてそこね指摘するわけなんですけども、いやそれ言っちゃダメだよということで、するとですね、まあ、当然感づいてしまった人間はどうなるかと言いますと、こういうことで、いやー怖すぎ怖すぎマジで。ダキ本来の姿になってましたね。いやこれはもう素晴らしい、素晴らしすぎる。ちょっと待って、普通にさなんかスタイル良くねダキ普通にスタイル良くね。アニメの容姿がもう素晴らしすぎるわ。いやちょっと俺もちょっとダキ側についちゃいそうなんですけど、最高すぎてね。悪い鬼なんだけどね。
うん。もう声と表情がもうほんで最高すぎて、なんかダキ応援したくなっちゃうんだよねって。なんでだろう。今回は相手の鬼が憎くないっていう。なんでだろうね。いや、すごいね、これ本当に。うん。で、まあ、老人は食わないということでね、まあ、空からこう落とすというわけなんですけども、なかなかやること怖いね。うん。食わない食べ物はボン!みたいな感じで、もうほんと殺戮兵器ですね。うん。しかもやった後はね、ルンルンということで、さすが鬼ですね。ちょっとなんか顔に笑顔が見えますよね。うん。いやーやっぱね、そこは鬼なんだよねっていう。上限でもやっぱり人殺した後は笑っちゃうんだよねっていう。怖いね。うん。で、そんな感じでまあルンルンとね、してるとですね、ある人物が部屋に来ておりましたね。そうです。あの方です。無惨様ですということで。迫力あるね、無惨様ね。うん。やっぱ無惨は別格ですね。うん。これちょっとやっぱ不気味感が全然違いますね。そして無惨はね、ダキがお気に入りみたいでね、赤座みたくパワハラはしないんですよね。普通にうまくことが進んでる時こそ油断するなとアドバイスをね、しておりましたけど、いや、パワハラ線の回と普通にアドバイスしてたね。うん。で、まあ無惨もわかりやすいね。お気に入りには優しいんだね、っていうことで。なんか本当にそういう上司みたいだわ。で、まあダキはね、柱を7人葬ったともね、ここの話で出ておりましたね。そんなに強いんやと。すごいね、7人も葬ったんだもんね。もう今の柱の現役メンツ全てぐらいですよね、7人って言ったらね。うん、そんなに葬ったんやっていうことで、まあ一番なんか美しくて強いみたいなことをね、無惨は言っておりましたけども、本当に強そうですね。いや、そしてね、ダキのこのギャップたまらねえなと。無惨の時はすごく嬉しそうな顔で、無惨様みたいな感じでね、いや可愛いんだよなぁしかも沢城さんのアフレコもいいし、これだからちょっとダキ側についちゃうんですよ。今回僕はダークサイドはやめられねえよということでね。あ、なんでもないですけど、はい、可愛い素直にいい。そして回想は終わりですね。善逸との場面になるわけなんですけども、まあ思いっきりぶん殴られる善逸ですよね。いやー、これ強すぎない？マジで強すぎない？吹っ飛ばされてましたよ、マジで。ここの作画もほんと素晴らしかったんですけど、もうブババババンみたいな感じでもうほんと素晴らしかったんですけど、いや、ダキかっけえなと。かっけえわ、これは。もうマイキーみたいな感じでね、東京リベンジャーズ始まっちゃったっすね。うん。いや、マジでかっこよかったんですけど、まあ、そんなことは置いといて、ま、さすがにね、この状況に気づいた旦那さんがね、ちょっとやばいんじゃないかなということで、まあ、土下座をして、まあ、なんとか、新入りなんで許してやってくれと、まあ、お願いするんですよね。まあ、するとですね、怖いんですけど、こんな感じで急に、うん、そうだったね、新人、やりすぎちゃったね、みたいな感じで、さっきまでは、新人だから何なんだよみたいな感じで言ってたのが、まあ、旦那さん来た瞬間にやばいやばい、正体がまあできるだけ多くの人にはバラしたくないということで、まあ笑顔になってね、ごまかすだけなんですけど、まあここまで笑顔になるとちょっと不気味ですよね。で、まあこの笑顔120点なんですけど、まあスマイル的にはね、まあ、マックで注文した時はもう120点のスマイルなんですけど、まあもう本当に素晴らしいなと思うんですけど抱き押しの一言うるさい。いや、全員善逸はね、さすがに鬼殺隊っていうことをね、ダキに殴られたせいであいつ受け身取ってるよっていうことで本人にバレちゃってたんですけど、まあ、これはちょっとあかんよね。絶対絶対に不利的状況ですよね。まあ、善逸一人だけだとちょっとマジで、てかまあ、炭治郎たちもそうだけど、もう全然叶わない相手なんで、もう早くちょっとうずいさんに伝えなきゃこれやばいんじゃないっていうね、感じでしたね。ダキもね、どんどん来いよみたいな感じで、すごい嬉しそうにしてたから、心に結構余裕あるみたいでね。うん。いやまあ、それそうだよね。上限の鬼だからね。うん。でまあ、本日ちょっとやばいシーンあったんですけど、最後のシーンですね。これアニオリだったんですけど、まあ、善逸が看病されるシーンでね、これ本当にやばかったね。うん。まあじゃあねって言った感じで、まあ看病終わって帰る子供たちなんですけど、するとですね、こんな感じでやばいやばいやばいと、後ろ後ろ後ろって感じでね、もうホラー映画かよと言わんばかりの、もう最高の演出がね、最後に決まっておりましたね。いや、善逸がさらわれていってしまいましたね。うん。いやー、これはあかんて。これはあかんて、マジで。もうホラー映画かよ、マジで。いや、完全にここアニオリだったんですけど、いや、これほど素晴らしいアニオリはねえぞと。マジで本気で作ってんだなっていうことがわかる描写でしたね。うん。引きがもう素晴らしくて、もう次回がもう早く見たいという感じでしたね。いや、まあ、次の日、多分定期連絡とかあるのかもしれないですけど、まあ、善逸がいなくなってるから、まあ、そこに炭治郎たちが気づくのかなっていうところで、まあ、話が動いてくる感じなのかな。わかんないですけど、ちょっと次回もね、本当に楽しみですね。うん。
はい、ということですね。今回第4話のスタートはこちら。恋夏の花魁さんがね、女の子たちに構ってあげている描写っていうのがね、最初に今回描かれておりましたね。ということで、まあ、本をね、読んであげておりましたけども。いや、もうスタートからね、マジで雰囲気とか可愛さとかがマジで最高だったね、ということで。ここね、ちょっとね、スタートの BGM がマジで噛みすぎて、最高でしたね。はい。そして、まあ、恋夏の花魁がね、まあ、自分の使っていた大事なかんざしをプレゼントするという描写があったんですけども、なんでそんな大事なものをプレゼントするんだろうっていうことでね、まあ皆さん疑問に思ったかと思うんですけども、これはですね、この後しっかり伏線として描かれていたので、まあこちらが繋がってきますよということで、しっかりここは覚えておきましょう。そして密かに、なんで炭治郎を覗いてんねんということで、いやちょっと怖いって炭治郎なんで覗いてんの、うん、めちゃくちゃ怖いんだけど、うん、任務で調査してるっていうのは分かってるんですけど、いやちょっと怖いって怖いって炭治郎覗かないで、うん、さあそんなわけで続いてですね、善逸がいなくなったことを旦那さんに報告するっていう場面がね描かれておりましたけども、まあ、気を失っていた善逸をね、寝かしていたらいなくなっていたということですね。まあ、前回の描写に最後に描かれていたあれですね、あの例のやつです例のあれですけども、まあ、そんなこんなで、まあ、報告するわけなんですけども、まあ、するとですね、旦那さんが何かを感づいたのか、善逸は探すな、俺は知らん、わらび姫オイラの気に触ることをしたからいけないんだみたいな感じで、まあ、少し怯えておりましたね。はい。まあなんだってね、旦那さんはわらび姫オイランにね、2日前奥さんを殺されておりますから、まあその真相をね知らなかったとしても、まあ、わらび姫が殺したということには、少しどこかまあ、感づいてる部分はあるんじゃないでしょうかね。まあそれにね、感づいてるからこそ、まあこの一連の問題に触れたくない、まあそんな具合で、今回怯えておりました。まあここは確かにね、そろばんを投げたり、まあ怖いことをねちょっとしておりましたけども。報告してる人はかわいそうだなと、まあ皆さん思ったかと思うんですけども、まあこれも実はまあ伏線というか、まあ本当にかわいそうだったのは逆で旦那さんの方だったんだよっていうことがね、まあ後々ちょっとわかる描写がありますので、まあその辺もちょっとここ伏線ということで皆さん注目しておいてください。そして続いて定期連絡を待つ伊之助と炭治郎なんですけども、まあ相変わらず伊之助と炭治郎は会話が成り立っているようで成り立っておりませんよね。ということで、まあ、このコンビはね、まあ、いつもこんな感じでボケにボケあって、まあ、面白い感じなんですけども、はい。まあ、ツッコミがいないだけでこんなにもボケだらけになるなんてね、もう善逸助けてって感じでね、善逸がいないとこの二人大変なことになってるんで、はい。いや、そんなことで待っているとですね、まあ、うずいさんが来て、まあ、ちょっと怖いですね。善逸は来ない。俺は判断を間違えた。お前たちはここから離れろ。あとは俺がやる。と言って、まあ、去ってしまうんですよね。まあ、そんなことを言い残して去っていくわけなんですけど、まあ、うずいさんね、一瞬で来て一瞬でこう行ってしまうわけなんですけど、まあ、うずいさんはね、確かにしっかり3人と連絡を取っていたみたいで、まあ、善逸が昨夜から連絡が取れないということで、まあ、そういう描写はねなかったですけど、まあ、しっかり裏でねそんな感じで連絡を取っていたみたいですね。ただまあ消息を絶った者は死人扱いになるみたいで、ちょっとかわいそうに善逸はもう死人扱いになってしまってるみたいですね。はい。そしてまあここにいる鬼がね、上限の鬼ならまあ確かに炭治郎たちはまあ階級が低すぎるよということで、まあ帰れっていうのは理由わかりますね。はい。まあ、上限の鬼炭治郎たちかなわないよね。確かにね、赤座と同じレベルだもんね。はい。でもまあこの子たちは悪い子なんでね、帰りませんよということで悪い子ですから帰りませんよということで、まあ、帰れと言うとね、余計に帰らない子なんですね。はい。まあなんたってまあ善逸がさらわれてるとなるとね、まあ、助けるのは当たり前じゃないですかと。仲間がね犠牲になってますから助けますよということで、まあ、炭治郎たちは助けるという考えに至るわけなんですけど、まあそして炭治郎がね、その階級のことにね、ついて、俺たちは今階級いくつなんだみたいな感じで、まあそのことについて触れるとですね、まあ猪之助が階級についてよく知っているようでしてね、はい。まあ説明している描写っていうのがね、描かれておりましたね。まあ階級が3つ上がったようで、実は可能絵になっていましたよということみたいですと。まさかの村田さんとね、同じということで、いや村田さんもすぐに追いつかれてるやんと。先輩なのに。まあ、この後多分すぐ抜かされるんだろうな。いや、ま、カナオはやっぱ一個上なんだね、ということで。まあ、一歩先に進んでるね、カナオはやっぱり強そうだね、カナオね。うん。いや、あんまりカナオとね、同じ任務とかやんないですけど、いや、カナオ普段何してるのかとかも、ちょっと気になりますね。はい。まあ、ちなみに階級は天に力を入れるとですね、まあ、甲に現れるみたいで、そんな感じで、猪之助が示していたんですけども、まあ、そんな説明あったのということでね、まあ、炭治郎が言っておりましたけど、いや、猪之助そういうとこやけに優秀やな、ということで、まあ、勉強できないくせに、まあ、記憶
ク力とね、まあ、応用力に関しては半端ないんだねと。なんかそういう潜入じゃないけどね、もう任務の時は本当に役に立つよねっていうことで、だんだん伊之助好きになってくるね、そんな描写でしたね。はい。なんか炭治郎ポンコツに見えてきたけど、こいつ大丈夫か？そんな感じで、いつもとはちょっと逆な感じでね、伊之助が役に立っておりましたね。はい。さあ、そしてですね、夜に伊之助と待ち合わせて、まあ共に善逸を探しに、まあ共に戦いに行こうと、まあ約束をするわけなんですけども、まあここのね、伊之助がまあかっこよくてね、炭治郎が言うことに対してね、今俺が全部言おうとしてたことだって言ってね、決め台詞があったんですけども、まあそれがもう松岡さんのイケボボイスすぎてね、一瞬伊之助に見えなかったっすね。一瞬 SAO のキリとかと思っちゃったわ。で、まあそんな感じで伊之助めちゃくちゃかっこよかったんですけど、まあ遊郭園でなんか伊之助すごいかっこよくなってきたね。より一層仕上がってきたって感じで、なんかファン増えそうなね、雰囲気出てますね。僕も結構伊之助がだいぶ好きになってきたわ。初めの時よりだいぶ好きになってきた。かわいいね、伊之助ね。さあ、続いてですね、炭治郎が恋夏さんにこれまでのことをすべて明かすという描写がね、描かれておりましたけども、炭治郎が男であることを、そして潜入していたことをね、まあ、話すということで、まあ、するとですね、まあ、男であることはなんか初めからバレていたみたいでね。いや、バレていたんかーいと。いや、さすがにバレてたかーと。まあ、当たり前だけどさ、なんかそういう設定でやってんのかなと思いきや、全員バレた上で、なんかそういう対応しててくれたみたいですね。優しい。優しいよ。あんたは優しい恋夏。ということで、まあ、バレない方がおかしいですけどね。まあ、伊之助に関してはなんかマジでバレてなさそうだけどね。もう伊之助は顔見たら女性だからね。さあ、そしてですね、なんと恋夏オイランさんはですね、明日ここを去るみたいで、まあ、そのことを話しておりましたけども、あの可愛い子供たちにはやっぱそれを話していないみたいでね。あ、ここに繋がってくるのかと。まあ、先ほど言いましたけども、かんざしをプレゼントするという場面がね、ありましたけども、まああれはね、もう使わないからね、まあ子供たちに託すということで、まあ大事なかんざしだったんだけども、まあその大事な思いをね、渡していたみたいですね。はい。あ、ここでやっぱ伏線回収してくるんやと、なってましたね。で、恋夏さんはね、足抜けとは違って、まあ身請けといってね、まあお客さんからの求婚に対して正式に遊郭を去るみたいですね。まあこちらちょっとコメント欄の方で視聴者からの意見としていただいたんですけども、足抜けじゃないんやと。まあそうなるとね、正式となると、まあちょっとだけに情報が入っちゃってるんじゃないかなと怖い感じなんですけども、まあそんな感じで、まあ恋夏さんとお別れをしてね、まあ去る炭治郎ということでね、まあちょっと寂しいですね。はい。するとですね、はい、嫌な予感は的中しますよということで、次の瞬間、まあ予想はしていたんだけども、やばい展開来てしまったねということでこちら、はい、ああやっぱり。遊郭を正式に去るなら、ダキが見逃すわけないよねーと、その去るタイミングで、食べに来ておりましたね。ダキは美しい女性を食べますから、恋夏は一番狙われるターゲットとしてね、もう成り立っちゃってますもんね。いやー、そしてね、炭治郎と話してる時 BGM がね一切なかったので、まあちょっとそれがね不気味かなと思ってたんですけど、まあやっぱパリナという感じで、まあ、雰囲気作りは本当にうまいですね。UFO さんは本当にうまい。もうダキがめちゃくちゃ怖かったわ。まあ、そんなわけで、恋夏さんはさらわれてしまうわけなんですけども、まあ、伊之助のとこに向かう炭治郎がね、まあ、うっすら途中で鬼の匂いに気づいておりましたね。ダキの方に向かうんでしょうかね。はい。どうなんでしょうか。そして、まあ、炭治郎をね、めちゃくちゃ待ってた伊之助なんですけども、まあ、炭治郎は多分途中で気づいてダキの方に行ってしまったので、はい。まあ、来ないですよね。はい、待ち合わせのところに来ないです。はい。で、まあ、伊之助はちょっと待ちくたびれて動き出すということで、こんな感じで、まあ、平気で天井を突き破っていたんですけども、伊之助ちょっと暴れすぎじゃない大丈夫なの？伊之助の暴れっぷりが本当に心配なんですけど。いや、まあ、そこでですね、なんと、ネズミを呼んでいたわけなんですけども、なんだネズミということで、こちら、はい、ムキムキネズミ、ついに登場しておりましたね。いや、もうめちゃくちゃ可愛いよ、マジで。めちゃくちゃ可愛い。いや、なんかオープニングにもね、密かに隠れてるっていうのが、なんか演出としてありましたけど、まあ、やっとムキムキネズミ登場しましたね。まあ、ちなみにですね、声優は木村昴さんということで、まあ、ほとんど知らない人はいないんじゃないかな。もうこの方はめちゃくちゃ有名な声優さんで、ジャイアンなんかをね、演じられてる方ですね。はい。まあ、そんな有名なね、声優さんをネズミに使うなんてね、マジで笑えるんですけど、しかも全然喋らないんかいということでね、もうなんか最初聞いた感じ、木村昴さんってわかんなかったんですよね絶対わかる声なのに
全然喋らんから。で、まあそんな感じで、まあムキムキネズミ登場して、まあ猪之助がちょっとずつ盲信しておりましたね。はい。さあ続いてですが、まあさっき言った別の伏線がここで回収しておりましたねということで、こちら、はい。旦那さんがね、亡くなって、おかみさんのことを悲しそうにしている描写がねありましたけど、やっぱりかわいそうなのはやっぱ旦那さんだよねっていうことで、まあおかみさんのこと殺されちゃったらそれはかわいそうですよね。はい、一人で経営してるみたいな感じだもんね。で、まあそこにですね、天元さんがついに動き出しましたねということで、善逸とひなつるのことを問いただしておりました。はい、いやマジでかっこいいマジでかっこいい。うずいさん一切音を立てずに動いてね、さすが忍びやなと、柱やなと思いましたね。はい。いやごめんけど、もう煉獄さんよりワイはうずいさんの方が好きかもしらん。すまぬ、もう煉獄さんのファンたちよ。僕はもううずいさんのファンになっちまった。そんな感じでうずいさんも動いてる様子ですけども、はい、先に出会ってしまうのはどちらということで、はい、そうです、先に上弦の鬼滝に出会ってしまうのはやはり主人公スミジロウということで、怪しいぜ怪しいぜって感じで、まあ、そんな場所に行ってみるとですね、こちら、そこには上弦の鬼滝が先ほどの恋夏花魁を食べている描写がね描かれておりました。いや残酷というか、これどうなってんねん、どこに体あんのって感じなんですけど、いやこれ飲み込まれてんのかな。いやなんか帯に飲み込まれてるようにやっぱ見えるね。いやそう考えるとやっぱ滝の帯がますます怖くなってきたというか、なんか炭治郎が異能を持つ鬼って言ってたんで、滝の体の一部なのかな、そんな感じだと思うんですけど、帯怖いね。そしてね、滝を怒らせてしまった炭治郎はやばいよねということで、まあ、ぶっ飛ばされておりましたね。こんな感じになっておりましたけども、うおほほやべえ、上弦の鬼強すぎるぜ、マジで。しかも迫力パネーんだよ、ここ。マジですごかった。いや、ダキはね、相変わらず最高すぎるし、こんな感じでめちゃくちゃセクシーでしたね。もう沢城さんのボイスはね、もう聞くたんびにもう意識が飛びそうになっちゃうんすけど、マジで。いや、もう今日だけでね、遊郭園4話 ?3 回見てるんですよね。いや、マジで。そしてですね、まあ、戦闘がついに始まるということなんですけども、先ほどですね、吹き飛ばされた衝撃で箱の紐がね壊れちゃっておりましたねということで、禰豆子はここでお留守番という形になりますけども、いやますます怖くなってきたマジで。いやいつもさ、そばに禰豆子がいたからこそ、まあ、ピンチの時ね、炭治郎は、まあ、やっぱそれで助けられていたわけですよ。ただ禰豆子がそばにいないとなるとですね、いやこれはちょっと怖いな。しかも上弦の鬼ということで、炭治郎一人で勝てるわけねえよ、大丈夫なんかってすごい心配になってますね。はい。禰豆子ちゃんも非常に不安なね、顔しておりますね。はい。怖いよね、禰豆子もね。そして、そして、ついに皆さん、始まりました、戦闘が。いや、ここはもう僕が伝えられることはありません。もうとにかく、本編をしっかりと見てください。もう作画、アクション、カメラワーク、もうすべてが完璧な映像すぎて、もう鳥肌から僕は鳥になって、空に羽ばたいてしまいました。もう半端じゃねえぞ、マジで。ガチって感じなんですけど。いや、もう CG と、もう手書きのね、両方をうまい具合に合わせて、アクションシーンをね、やっておりましたけども。いや、ここ本当に CG なのか。帯がね、CG だったんですけど、僕は CG には見えなかったぞ。いや、もう UFO さんはさ、もうアクションシーンに関しても実写レベルだよね。いつか多分実写を超えるアクションができるようになるんじゃないかな。もう CG がね、手書きに見えるんだよね。すごすぎるわ。で、ダキもね、セクシーに舞うようでね、すごいちょっともうエチエチだったんですけど、もう大丈夫なんですかこれ。もうこれはもう深夜アニメにやった方がいいよ。そしてまあ本格的に上弦の6、ダキ VS かまど炭治郎の戦闘開始というところで今回は終わりましたけども、いやーちょっと満足ですね、今日は。今日はなんか短いとか感じなかったわ。体感時間は確かに短かったけど、いやもう大満足だったわ。いやもう戦闘シーンの迫力、そしてダキの迫力が半端なすぎて、もうそれで満足でした。はい。来週はもう全部戦闘シーンって感じだと思うんすけど、いや体が持つかわかんねえな、マジで。マジでわかんない。いやもう新年初、体が飛んでっちゃうね。いつか多分俺もあざ発言するね。いやもうダキが最高すぎるわ、マジで。いや炭治郎応援してるはずだったのに、なんかいつの間にかダキ応援してたもんね。わかんないよね。君も妥協しにならないかということでね。はい。いや、これだよね。鬼滅の刃はね。鬼滅の刃はこれだよね。これがやっと鬼滅の刃のスタートって感じじゃない？遊郭園ちょっとなんか序盤つまんないっていう意見がね、SNS でまあ少しあったんですけども。いや、これ文句言えませんよね。いや、もう本当に遊郭園のスタートって感じでしたわ。これが鬼滅の本気。うん、やっとスタートでした。
はい、ということですね。まあ、今回遊郭園第5話のスタートはですね、まあ、宇髄さんがひなつるが捕らえられている場所を見つけるっていうところからまあスタートしておりましたけども、まあ、ひなつるやっと見つかってよかったですね。だけどなんかひなつるちょっと病気がちになっちゃってますよということで、まあ、ひなつるがこれまで辿ってきた経緯をね、まあ、お話ししていたんですけども、まあ、ひなつるはですね、わらび姫オイランことダキにね、まあ、バレそうになってしまったので、まあ、毒を飲んでね、病気のふりをしてまあ逃げ出そうとしましたよということだったみたいな。なんですけども、まあ、先にもらっていた帯によって捕まってしまったみたいですね。あ、そういうことがあったのかって感じなんですけど、やっぱね、ダキっていうのは、まあ、逃げようとする女性をね、まあ、一人残らず逃がさないからね、まあ、バレていようといまいと関係なく、まあ、潜入したらね、まあ、逃げることがちょっと不可能なね、状態にありますよね、ということで、まあ、そういう、まあ、賢いね、上限の鬼なんで、まあ、遊郭潜入っていうのは結構ね、恐ろしいものとなってますね。はい。で、まあ、そしてね、まあ、もうこれ以上無理をさせまいとね、まあ、宇髄さんがひなつるにもう遊郭は出ろと言っておりましたね。まあ、宇髄さん結構ひなつるのことを心配してるみたいでね、まあ、他人の命を優先するということで、まあ、宇髄さんね結構かっこよかったですね。はい。でまあそしてですね、まあ、宇髄さんがついに戦闘に参戦しようとするわけなんですけども、まあ、なぜかですね地面の方から戦っている音がするということで、まあ、地面深くに空洞があることに気づくわけなんですよね。はい。なんでね地面の方から音がするのかって感じなんですけど。もう、まあ、今回ね、ここで音の呼吸がね、ついに登場しておりましたね、ということで、まあ、宇髄さんの一番のね、あの見どころなんですけども、音の呼吸ということで、まあ、一の方、とどろきとなっているんですけども、めちゃくちゃかっこよかったね。で、まあ、初音の呼吸というわけだったんですけども、まあ、正面からはね、ちょっと見えなくて、まあ、どんな感じでやったのかちょっとわかんなかったんですけど、まあ、エフェクトとかね、ちょっと音の呼吸どんな感じになるか気になるね、マジでね、はい。まあ、そんな感じで音の呼吸も出ておりましたね。で続いてですね、炭治郎 vs ダキの場面に移り変わるわけなんですけども、まあ、今回ここの戦闘シーンとかいろいろすごかったよねっていうことで、まあ、まず炭治郎がね、なんでお前刃こぼれしてるんだと、まあ、ダキに指摘されるわけなんですけども、あれということで、え、なんでちょっと戦っただけなのに刃こぼれするのかってことなんですよね。まあ、これやっぱ疑問に思うわけなんですけども、まあ、そこで、まあ、炭治郎があることに気づくわけなんですよね。まあ、自分には水の呼吸が合っていないということに気づくわけなんですよ。まあもちろん炭治郎っていうのは火の神神楽と水の呼吸両方使えるんで、まあ一体どっちを使ったらいいのかっていうのはね、まあわからないんですよ。ただまあ今回水の呼吸を使ってみた感じ、もうすぐ刃こぼれしてしまうということで、まあ水の呼吸が自分には合っていないんじゃないかなということに気づくわけなんですよね。で、そしてまあ水の呼吸が使えないとなると、まあ火の神神楽、火の呼吸になるわけなんですけども、まあ一番威力が出せるよということで、まあ炭治郎はまあ火の神神楽を使おうかなってなるわけなんですけど、まあ、このようにですね、まあ、練習段階ではもう数回放っただけで体力が限界を迎えてしまうと、まあ、いうようでしてね、まあ、火の呼吸、まあ、火の神神楽っていうのは結構扱いがね難しいようなんですよね。まあ、だから炭治郎ちょっと今現段階ではちょっと何をしたらいいのかとつまずいちゃってる状態になってますね。水の呼吸使いたいけど、水の呼吸使うともうすぐ刃こぼれしちゃうし、火の呼吸、火の神神楽使うと体力が限界になってしまうしと。悩んでますね、炭治郎。まあでもね、今はもう上限にはね、火の神神楽しか通用しないということで、まあ炭治郎は今ならもうやれるはずだと。まあ実戦でのね、挑戦ということで、まあついに水の呼吸を今回は一旦捨てて、まあ本格的に火の神神楽に切り替えることに、まあするわけなんですけども、まあこれがね、まあいい決断かどうかはわからないんですけども、まあ刀の色がね、もともと、まあ水色じゃないよということで、まあその時点で水の呼吸が適してないっていうことはね、まあ結構確かではあるんですよね。まあ富岡さんのね刀とか水の色とかになっていたりするので、まあ炭治郎は黒刀だよということで、まあ水の呼吸はそもそも違うんじゃないかなと、まあその時点でちょっと疑問には思っていたんですけども、まあ一応ねここに通じてくるということで、まあ火の神神楽がね合っているのかどうかもね、まあわからないですけどね。はい。いや、そして炭治郎 vs ダキが本格的に開戦するというわけなんですけども、まあ炭治郎のやるしかない心を燃やせって言ったところで煉獄さんが脳裏をよぎるシーンがね。
あったわけなんですけども、こんな感じで、いやこういうなんかね、煉獄さんがなんか心の支えになってるっていうのはすごくいいですよね。こういう重要なシーンで煉獄さんが出てくる、導いてくれてるみたいな感じになるとすごいかっこいいっすよね。はい、嬉しかったっす。はい、でまあ炭治郎はね、火の神神楽使うというわけなんですけども、早速火の神神楽烈日公共ということで、いやもうこの辺の戦闘シーンはもう超絶最高でしたね。もうエフェクトとかカメラワークとかマジで至高でした。マジでかっこよかった。でダキもね、火の神神楽の呼吸のね音が嫌いみたいで、なんなのこの音、嫌な音ねって言ってましたね。水の呼吸はそんな嫌がってなかったんだけど、火の神神楽すごい嫌がってましたね。これはなんか意味があるんでしょうかね。いやもうなんかもしかしたら本能的なねトラウマなのかもしれないですね。まあ、無惨の記憶がもしかしたらダキにもねちょっとあって、それで本能的に火の神神楽の呼吸の音がね嫌いなのかもしれないですね。いやこの辺ちょっといろいろね伏線というか面白くなってきたね。いやそして続いて火の神神楽演舞というわけなんですけども、いやかっこいい、いやもうマジでかっこいいエフェクトとかね。でまあこの演舞はね、あの無限列車編の時に使っていた演舞とは違って、まあ漢字がね違うんですよね。まあ無限列車編の時は円形の円に舞と書いて演舞だったんですけども、まあ、今回は炎に舞と書いて演舞なんですよね。まあ、だから同音異義語で紛らわしいんですけども、まあ、今回は2パターン目の方だよということで、まあ、火の神神楽演舞にはね、まあ、2種類技があるみたいですね。はい紛らわしい。いやここのね呼吸音とかもめちゃくちゃかっこよかったよ。ちょっと注目してほしいっす。さあそして3つ目、火の神神楽幻日光というわけなんですけども、まあ、幻日光どういう技かとね言いますと、まあ、幻日光っていう技はですね、高速に回転することによって虚構の自分残像を作り出し、まあ、相手からの攻撃を回避するときに使う技みたいですね。まあ、だからちょっとアニメだと幻日光分かりづらかったんですけども、まあ、炭治郎が消えたところがね、まあ、幻日光の技だったよということで、まあ、たまらなくかっこよかったです。本当に回避の仕方が、いや僕ね一瞬炭治郎、うわやられちゃったみたいな感じ思ったんですけども、それは虚構の炭治郎だったということで、ダキもね焦っておりましたね。幻日光かっこいいねもっと使ってほしい。で多分もしかしたらなんだけども、幻日光も、まあ、技の連動がね極まっていけばね、まあ、攻撃技にも徹することができるんじゃないかなと僕は個人的に思ってるんで、まあ、ちょっとね完全体とかも見たいですね。はい。でまあ続いて火の神神楽滑車というわけなんですけども、ここやばかったね。炭治郎がダキの隙をついて技を繰り出して、まあ、ダキをちょっと倒そうとするわけなんですけども、まあ、ダキの一言によって、まあ、上限の鬼の強さっていうのがね、まあ、滲み出てるシーンがありまして、そうダキはねこう言っておりましてね、遅いわね、あくびが出るわと言っておりまして、いやもうダキはもうマジでかっこいいなとイケメンすぎるって感じだったんですけども、いやもう炭治郎がねダキの隙をついて後ろから攻撃したね技に対して気づかれなかったのに、もうスピードが遅すぎるねということで、ここのねセリフとかもマジで良かったね。あくびが出るわっていうところね。でやっぱりね上限の鬼炭治郎一人でね立ち向かうなんて結構ね厳しい状態でね、こんな感じで、まあダキにとっては結構多分余裕な感じだと思ってるので、まあ早くね渦井さん来てくれって感じでね、一人じゃ厳しいね。とまあそこでね、まあ攻撃が遅いならもっと体温を上げろとね、まあ自分に言い聞かせる炭治郎なんですけども、まあそこでなぜか回想シーンに入りましたということで、まあ、炭治郎はここ最近38度のね、まあ、熱が下がらないみたいでね、しかもね熱が出ているのにもかかわらずむしろ調子がいいとね言っているんですよね。まあ、この回想は一体何を表しているのかね、まあ、ちょっと不気味なね回想シーンなんですけども、体温が上がればスピードが上がるということを表しているんでしょうか、またはなんか覚醒状態に持っていくことの、まあ、伏線なんでしょうかね。まあ、いろんなことを表してそうですけども、またですねなんか熱があると火の神神楽が連続で使えるとも言ってたんで、まあ、体温が上がれば、まあ、なんか自分が強くなれるみたいな意味合いで、まあ、この回想シーンが入っておりましたということで、まあ、ちょっと意味深なね回想ではありましたね。はい。いやなんか片鱗出てきたね鬼滅のね、そしてですね、まあ、前回切り離したおかげでなんか恋夏の花魁さんが帯から出てるシーンがありましたけども、まあ、なんか切り離すと抜け出せるんやねということで、まあ、なんとなくダキのなんか帯の攻略法っていうのが分かってきましたね。まあ、救出法的なね感じですけど、まあ、なんか死んでなくてよかったわ。はい。いやそして炭治郎がまあ本格的に火の神神楽を使い出すっていうところで、まあ、場面がねちょっと切り替わっちゃったんですけども、いやなんか本格的にすごい戦いが始まり
そうですね、本当に。うん。ヒノカミ神楽の連動もね、どんどん極まっていってね、すごい技がね、出そうな感じはありますけども、ダキ VS 炭治郎のね、まあ、続きが気になるっていうところで、まあ、ここでね、場面変わっちゃったっすね。はい。で、まあ、続いて、伊之助ね、前回ちょっと、ちょっとつ盲信しておりましたけども、何やってたのということで、まあ、こちら、はい。まあ、鬼の逃げ道、帯が通っていた空洞をね、まあ、見つけておりましたね。で、まあ、ちょっとサイズ小さいから入れないじゃん、というわけなんですけども、入れますよということで、なんでということなんですけど、いや、伊之助はですね、関節を外して、まあ、入れるよということで、いや、なんだお前と。ゾンビかって感じなんですけども。いや、なかなか怖かったですね。はい。で、まあ、頭さえ入ればどこにでも行けるよということで。いや、マジで獣やん。思いましたね。はい。まあ、伊之助はこういうところいい味出してますね。はい。そして、まあ、伊之助が進んでたどり着いた先はこちらということで。いや、なんかやばそうなところ来てしまいましたね。これちょっと入っちゃいけないところだね。いや、なんか人の顔がいっぱい書いてあるね。怖いね。そうなんですよ。ここは実は人間貯蔵庫ということで、まあ、ダキがね、食べるために保存している食料庫みたいなんですよね。で、まあ、ダキはね、なかなかやっぱ賢いというか、まあ、怖いっすよね。まあ、鬼からしたら我ら人間は餌ということで、いや、なんか上限ってさ、すぐには人間を食べずにさ、なんか貯めておく感じっていうのがすごい賢さが出てて、そういうなんか上限の強さっていう怖い描写でしたね。はい。さあ、そしてそこでまあ、伊之助はダキの帯にね、出会うというわけなんですけども、いや、お前は単独で行動してるんかーいって感じでね、うん、気持ち悪い顔がね、ありますね。で、まあ、ダキの本体とは別のなんか分身みたいでね。いや、なんなんだろうね、こいつね。なんか、こいつもこいつでなんか自我を持ってるというか、ダキの命令によって動いてるやつなんで、なんか変な存在ですねって感じですね。で、まあ、そして当然戦いになるわけなんですけども、まあ、伊之助がね、結構活躍しておりますよということで、まあ、伊之助結構強くなったよね。まあ、人間のところをうまくこんな感じで切り離して、まあ、何人か解放できておりましたよね、ということで、ナイス伊之助ということなんですけども、でもまあなんかそれが逆手に取られてしまって、いてですね、人間を逆に解放しすぎて、さらにその人間を守らなきゃいけなくなっちゃったんで、まあ、人間を守りながらの戦いほど厳しいものはないということで、まあ、帯にね、ちょっと鎌をかけられながら戦っておりましたけども、ちょっと人手不足かなと、まあ、一人で救出戦闘護衛をね、しなければならないということで、まあ、伊之助ちょっと一人だとこれちょっと全員を救出するのは無理かなという状態だったんですけども、ここでなんと、あやつらが復活しておりましたね。はい。宇髄天元の嫁さんですということで、マキオとスマが囚われていたんですけども、まあ、伊之助がね、切り離したおかげで、まあ、復活しておりましたということで。いやー、これはちょっと最高ですね。で、スマね、めちゃくちゃ可愛いんですよね。こんな感じ。キャラデザからもう可愛いんですけど、声がね、もうちょっと思ったよりも幼くて、遠山直さん感めちゃめちゃ出てましたね。はい。いや、ちょっとね、スマに関しては、嫁の中でも別格かなと思ってて、一人だけなんか可愛すぎないかって感じでしたね。はい。で、嫁さんもね、一緒に参戦してくれるということで、まあね、忍びなんで、まあ、くのいちなんで、割かし強かったですね。はい。で、そして、まだまだ人手足りないよと思っていたところ、さらにあいつも復活しておりましたねということで、こちら。はい。善逸です。めちゃくちゃかっこいい。いや、ここのね、BGM といい、登場からいきなりね、雷の呼吸といいね、マジでかっこよかったね。で、いつもね、善逸はね、こんな感じで登場するよねっていうことで、だいたいピンチな時はね、ずっとかっこよく登場するよねっていうことで、ずりお前、いいところ持ってくよね。で、まあ、霹靂一閃六連ということで、まあ、一気にみんなのね、救出が成功となるわけなんですけども、いや、善逸やるなと。いや、ここはマジで適材適所だねって感じでしたね。はい。善逸やるな。で、なんかさらになんか胸圧展開止まらねえということなんですけど、いや、もういいやんって感じなんですけども、ここでなんと、皆さん忘れてますよね。冒頭のシーンに繋がってきます。宇髄天元が、そうです。音の呼吸やってましたけども、ここに繋がってきます。はい。登場しておりました。ありがとうございます。マジでかっこいい。いや、宇髄の2期、登場しましたね。で、まあ、こんな感じで、もう素早くもう全員を救出するということで、もう完璧に勝ち確ですね。はい。囚われた人間は宇髄天元によって解放されると
いうことでした。いやもうかっこいいね。はい。でそしてですね、まあここで宇髄天元とね嫁の過去回想に入っていくわけなんですけども、まあ宇髄さんのね人間としての優しさっていうのがね今回この過去回想で描かれておりまして、まあ元々忍びっていうのは自分の命をかけることは最低限の努力であったのに対し、まあ宇髄さんは任務よりも命の方を優先して、まあ万が一命に危険が及んだ場合は、まあ俺の元に帰っておいてと、まあ俺が助けると、まあいった感じでね、まあ忍びの掟とは真逆のねルールを嫁と定めておりましたねということで、まあ要はですね、まあ宇髄さんは自分の命よりも他人の命よりも嫁の命を大事にしているという姿が、まあ今回のこの過去回想でまあ描かれておりまして、いやーやっぱね柱になれる人っていうのはなんかそういう人間性っていうか、まあなんか心根は優しいんだなっていう感じがね、薄々ちょっと気づいてきましたね。はい、やっぱ煉獄さんもそうだったんだけど、最初はちょっとね怖いようなイメージなんですけども、柱みんなね、でもなんか根は優しいということで、まあ風柱のね、まあ品津川さんだったりとか、蛇柱のね、まあイグロさんなんかもなんか最初意地悪だったけど、まあ根は優しそうだよねっていう感じがいろいろちょっと出てきましたね。柱の良さっていうのがこの過去回想でも見えてきたし、まあ宇髄さんのね良さっていうのがすごい輝いてましたね。はい、嫁なんかもちょっと感動してまして、はい、良かったです。はい、でまあそしてこっからはド派手に行くぜと言ってあたりで、まあ、今回の第5話は終わったということなんですけども、いやもう締めが良かったね。うん、宇髄天元のド派手に行くぜって言った感じで終わってね、すごいなんか気持ち良かったわ。はい、でそしてですね、まあ、今回宇髄天元の嫁3人が皆さんやっと登場ということだったんですけども、皆さん声優とかどうでした？アフレコとかどうでした？僕はね妻が結構想像よりも幼い感じだなぁと思ったんですけども、みんなはどう思いました？で牧雄とね雛鶴が僕は個人的にアフレコめっちゃ良かったなと思ってて、特に牧雄ね、なんか想像よりもかっこいい感じのアフレコで、石上静香さんめちゃくちゃ良かったね。牧雄なんか独特の感じあっていいわ。で雛鶴は今回出番少なかったけど、まあお姉さん感っていうのがね過去回想でしっかり出ててすごい良かったっすね。もっと聞きたいなと思いました。はい、種崎あつみさんね良かったね。いやマジで次回も楽しみだな。はい、ということで、まあ、今回のスタートはですね、まあ、ダキ VS 炭治郎が、ま、本格回戦ということで、まあ、こっから始まったんですけども、いや、今回ほんと戦闘シーンすごかったね。うん、終始戦闘シーンだったんですけども、いや、ほんと痺れましたね。うん、で、まあ、ダキがね、冒頭でいきなり切れてて、いや、マジで最高だったんですけども、ほんと作画のね、なんかクオリティというか、なんか気合の入り方もほんとレベチだったよねっていうことで、多分今回ほんとに気合い入れた回だったのかなと思ってます。で、まあ、そして戦闘シーンがマジで最高だったんですけども、戦ってる最中ねこんな感じでいきなりダキの体にね帯が入っていくシーンがありまして、どういうことよといきなりなりましたよね。いやここほんと怖かったっすね。何が起きたんだみたいな感じで俺もびっくりしたんですけど、いやこんな感じでねなんかダキがね怒れば怒るほどちょっと狂っていく感じっていうのが本当にたまらなかったっすね。なんかこの描写すごいトラウマになりそうだよね。顔怖いんだけどめちゃくちゃ。で、やっぱ上限の鬼ってさ、怒れば怒るほどほんと強くなるから、いや、マジでほんと面白いんだよね。で、まあ、そしてね、こんな感じで、どこか様子がおかしいダキということなんですけども、一体何が起こってるんだってな感じでね、まあ、待っているとですね、こんな感じでいきなり笑い出して、はい、なんと髪が白くなっていましたけど、いや、覚醒してましたね。いや、これたまらん。こりゃたまらん。いや、ほんと素晴らしいんですけど、いや、ここのね、なんか沢城さんのね、アフレコがマジで良くて、狂ってるボイスで本当良かったんですよ。で、まあ、あんまり沢城みゆきさんのこんなボイス聞けないよっていうことで、可愛いボイスから狂ったボイスまで、今回全部盛りだったよねっていうことで、いやもう鬼滅の刃でしか多分聞けないっすね、これね、今後ね。聞いたことなかったっすわ、こんな声。いやもう鬼滅の刃の公式さんマジで感謝しますよということで、本当にありがとうございます。はい。で、そしてまあ、こんな感じで髪色が変化したんですけども、まあ、これよく見るとね、なんかネギっぽいんだよね。なんか生放送中にねコメ欄でネギってコメントがあったんですけども、それのせいでネギにしか見えなくなってきた。いやもうやめてくれ。本当にネギにしか見えなくなっちゃうから、俺の推しだからやめてくれ。でまあダキがね覚醒した理由なんですけども、炭治郎がね日の神神楽を使ったからとか、まあ炭治郎がなかなか倒せないからとか、まあそういう理由じゃないんですよね。今回覚醒した理由はですね、まあ捕らえられた人間たちを、まあ前回ね解放されてしまったよということで、まあ帯で感じ取ったから、まあ覚醒
しましたよねということで、まあそうなんですよ。まあ前回ね、あんだけ貯めていた食料を、まあ柱、宇髄天元さんが一気に解放してしまったわけですから、まあそりゃ怒りますよねという感じで、まあ覚醒したわけなんですけども。いやでもなんかね、上限の鬼はね、ド M なんですかね。なんか怒ってるっていうよりかはね、なんか喜んでるようにね、僕は見えましたね。うん。いやなんか抱き喜んでなかった。いやなんかそれも含めて最高の覚醒シーンでしたねとなっておりますね。はい。で続いてですね、そんな戦っている最中、ついに邪魔が入りましたねということで、いやここら辺の住人は住んでたんかいということでね、普通になんか住んでないかと思ったら住んでたということでね、まあドカドカと戦っていたせいでね、まあ住民たちが起きてまいりましたねということなんですけども、いややめとけやめとけおっさん、今そこにいる鬼は上限やぞと、お前もサイコロステーキ先輩になりたいんかいとみたいな感じでね、苦情を言いに来たやつがおりましたけども、いやするとですね、まあ、ダキ今機嫌悪いんで邪魔されると怒りますよということで、こんな感じでやばいやこれちょっとやばそうって感じなんですけども、この技どんな感じになるかというとですね、こんな感じで、いやめちゃくちゃ広範囲の大攻撃でしたわ、やばい。住民や炭治郎などね、まあ、全員がダメージを食らっていましたよということで、まあ亡くなっている方なんかもいたんですけども、いや上限のパワーやべえ、そして炭治郎も攻撃食らってやばそうっていうことでね、いやこう見ると本当にやっぱ上限で強いんだなって僕は思いましたね。はい。建物も一気に崩れてやばいわ。でそしてこれに対してこの男が怒らないわけないよねっていうことで、たくさんの人を傷つけてこの男が怒らないわけないよねっていうことで、こんな感じで炭治郎が覚醒し始めましたけども、いやめちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃかっこいい。うん、これしかもね、多分頬にあるのはあざなんですよね。で、あざっていうのはね、発言させるとアスリートでいうところのゾーン、体のステータスが急激にアップするというわけなんですけども、これはちょっとやばいですね。鳥肌がちょっと製造されましたね。で、そしてこのあざね、どこかで見た記憶ありませんかっていうことなんですけども、そうなんですよ、アニメで見て思ったんですけども、やっぱりね、煉獄さんの時にもあざが発言していたのではないかなと今でも思っておりまして、まあこの動画でね、ちょっとお話ししたんですけども、やっぱあざの形っていうのがすごく似てますよね。だからやっぱ煉獄さんもあざなんじゃないかなと思ってるんですけど、いやこれでまた一歩、まあ鬼滅の刃の考察が深まりましたよということで、よかったですね。はい。でまあそしてこの覚醒したタイミングでね、まあ煉獄の父、煉獄のパパからのね、手紙の描写があったんですけども、まあ過去回想ですね。でここでまずまあ煉獄パパの成長が見られたということでよかったんですけども、前のようにね、酒を飲んでダラダラしている生活はもうやめたみたいで、まあ真摯に妻の死、煉獄杏寿郎の死にね、向き合ってる姿っていうのがね、描かれておりました。それはすごい良かったです。はい。で、炭治郎がね、煉獄家に向かったことによって、やっぱ成長できたということみたいなので、それはすごい本当に良かったねっていうことで、主人公がちゃんとね、煉獄パパも助けたよとなっておりますね。で、ここではね、父から見た煉獄杏寿郎の姿っていうのも描かれておりまして、父から見た煉獄さんの姿はなんだかんだで初だなということで、いや、ここはすごいちょっとうるっと来てしまったんですけども、なんか BGM にもホモラが流れておりまして、そういうなんか演出のこだわりというか、そういう部分も本当垣間見えて良かった描写となっておりますね。煉獄さんもかっこいいですね。はい。で、そしてね、まあ煉獄パパの手紙の本文は一体何なのかっていうことなんですけども、まあ本文はですね、こんな感じとなっております。火の呼吸の選ばれた使い手には生まれつき頬にあざがあるそうでして、あれ？そうだ、炭治郎もあざあるやんっていうことなんですけども、あ、じゃあ炭治郎火の呼吸の選ばれた使い手なのかっていうことだったんですけども、炭治郎曰くですね、このあざっていうのは生まれつきではなく、火傷をした時にね、ついた傷と最終選別の時についた傷っていうのが重なったものみたいなんですよね。だからなんか、まあ、選ばれた使い手ではありませんよって炭治郎が言ってたんですけども、いや僕はね、まあ、これはですね、なんか偶然の傷なんかじゃなくて、そこに傷ができる運命だったんじゃないかななんてね、個人的には思っておりまして、まあ、額に傷ができる運命で炭治郎は選ばれた火の呼吸の使い手なんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけども、どうなんでしょうか。まあ、だからこの傷は偶然できたんじゃなくて、もうそうなる運命だったんだよと、必然的に傷ができる運命だったんだよと、まあ、勝手に僕は思ってるんですけど、そうだったらすごい面白いですよね。で、まあそんなこんなで回想シーンは終わりまして、まあ、覚醒する炭治郎ということなんですけども、いやー目からね血が出るほど怒ってますね。いやもうかっこいい、本当にかっこいい。いやもう本当に頑張ってほしい炭治郎ということなんですけども、早速こちら、やばい。逃げようとするね、ダキをね一瞬でこういう風に捕まえるわけなんですけども、炭治郎、お前やるやんと覚醒してめちゃくちゃ早くなってました。はい。でまあそしてね、ここでね炭治郎があるセリフを吐くわけなんですけども、
なぜ奪う、なぜ命を奪うことが面白いみたいな感じのセリフを言うんですけども、そこでね、なんとダキの中にある無惨の記憶っていうのが開かれておりまして、そうです、あの方より一さんが今回登場しておりましたね、ということで、いやー、ここのシーンはもう鳥肌でしたわ。そして演出とかもマジでかっこよかったっすわ。そうなんですよ、無惨の記憶が開いてね、まあより一とのセリフが重なったっていう部分だったんですけども、よかったっすね。で、まあそして声優さんがいきなり解禁されておりましたけど、はい、皆さん僕また当てましたよ、ということで、はい、杉国より一の声優は井上和彦さんとなりました。いやー、マジでイメージ通りの声でね、本当にアフレコかっこよくてよかったっすわ。もうぴったりでしたね。いや、本当によりいち感っていうのが出ててめちゃめちゃ良かったね。で、今後もっと登場するキャラクターなんですけども、もっと出てきてほしいなと僕は思いましたね。はい。で、まあ僕はね、3位予想だったんですけども、見事に的中しましたよ、ということで、まあこの声優予想動画ね、良かったっすね。で、まあ声優予想は未だに負けなしというか、まあ次は牛太郎かな、順番的に来るかなと思うんですけども、牛太郎もね、当たると嬉しいですね。そんな感じで声優予想もね、ちょっと仕上がってまいりましたよ、ということで楽しかったっす、この辺は。で、まあとにかくここのより一さんも最高でした。さあ、そして続いて場面は一瞬変わってですね、まあこの人たちですね、ということで、まあ早く炭治郎の助けに行けということなんですけども、洞窟で捕まった人たちをね、前回救出していた、まあ宇髄天元さんたちということで、まあついにこちらもね、動き出すみたいですね。行くぜ行くぜということでね、まあこの3人が炭治郎の方にやっと向かうという描写がありましたけど、やっとかい、炭治郎はもう一人でずっと戦ってるんだぞっていうことで、やっと来るんかいって感じなんですけど、遅えよってかわいそうなんですけどね、炭治郎ね。まあそんな感じで次回あたり来るのかな、なんでまあ楽しみにしておきましょう。で、ちょっと小ネタなんですけども、こんな感じで善逸は寝ながら走ってるんだね、ということでいや、もしかしてこれからもなんだけども、遊郭編で戦ってる時ずっと寝てるのっていうことで、前日起きた時いつもどんな感じで思ってるんだろうねっていう、どんな体感なんだろうなといつも思ってるんですけど、前日寝ながら戦うんかいとなっておりますね。てなわけですね、炭治郎 vs ダキのね、バトルがついに開戦するというわけなんですけども、まあ一瞬ここでダキの回想シーン入っておりましたね、ということで、まあこんな感じですね、まあダキの人間時代のね様子かな、まあ描かれていたんですけども、いや、めちゃくちゃいいというかいいね。で、まあダキのね、人間時代の名前は確か梅だったかな、まあその辺も今後の展開で描かれていくのかな、まあ楽しみですね、ということで、はい。で、まあそしていきなりダキが血鬼術八重切りをね、まあ放ってくるわけなんですけども、まあここのね、戦闘シーンというか、まあ戦闘描写がまあかっこよくてね、まあ演出、作画、 BGM 全てがまあ最高でしたね、ということで、まあここ本当にすごかったですね。で、まあそしてそれを切る炭治郎もマジでかっこよくてね、ここしびれたんですけども、まあ、火の神神楽尺骨炎陽ということで、まあ、初技ですね。まだこの技は見たことなかったですね。はい。で、まあこの技はですね、刀を両手で握って、まあ、太陽を描くようにぐるりと、まあ、振る舞う舞ということで、渦を巻く炎で前方広範囲を攻撃、そして防衛も行うことができると、まあ、いう技となっておりますと。めちゃくちゃいいね。で、まあ炭治郎覚醒したからなのか、まあなんか前回よりも炎の量が増えてるという気がするんですよね。なんか増えてるよね。で、まあそういうところも今回見どころというか、炭治郎覚醒したからなんか炎というか技の連動も高まってますよねっていうところでした。で、まあこの描写とか俺めちゃくちゃ好きだったんですけども、炎のエフェクトとかがね、いつもと違う感じで別の演出方法で作ったのかな。なんかすごい臨場感あってめちゃくちゃかっこいい描写でしたね。これなんかかっこいいよね。で、まあそして戦闘シーンはどんどん続きますよということで、まあこの辺はねちょっとボケちゃってるんですけど、もうすごかったんですよ。マジでボケてるぐらい本当にもうコマ数が多くてすごかったんですけど、まあ本当に戦闘シーンは良かったっすね。ダキが少し怖がってる描写なんかもありまして、すごいそこは良かったっすね。で、そしてついにね、戦闘に動きがありましたよということなんですけども、こちらということで、炭治郎がダキの首を切る描写がありましたね。いやー、ここはめちゃめちゃ痺れたというか興奮したんですけども、いやー、そんな簡単に切れるわけないよねっていうことで、こんな感じ。はい。いやー、即落ち2コマか切ったと思ったら切れてなかったね、あのパターンでしたわ。いやー、もうダキもめちゃくちゃここ焦ってたけど、結構
構すごいことになってきたね。ダキもギリギリな感じで戦ってるようで、もうこれ帯がしなってなかったら普通に切ってたからね。それはそれですごい炭治郎強くなったなって感じなんですけど、でまあ帯はねしなるからこそ首が切れないよということで、まあピーンと張ればね切れるんじゃないかなと、まあいう考えに至る炭治郎なんですけども、炭治郎こんな感じですごくなんか頭切れるね。覚醒してるから思考も良くなってるのか、すごい頭柔らかくなってるね。でまあそのピンと張っている間に、まあ、首を切るということみたいなんですけども、そんなことできるのかということなんですよね。でもねこれ見てくださいここやばかったよね。できちゃってたんだよ炭治郎が。そんなことがもう不可能が可能になっていたんですよ。でまあダキも驚いてたけど、俺もビビってたよということで、いや早すぎるね、早すぎるよかまど炭治郎ということで、いやもう一瞬リヴァイ兵長かと思ったわ進撃の巨人、勝手にちょっと別アニメになっちゃったけど、いやマジでここ本当にリヴァイ兵長みたいな立ち回りというか、本当に人類超えてましたね。マジでかっこよかった。そしていけるか炭治郎、首を切れるのかっていうことなんですけども、はい、ついにいい感じにタキの首を切れるのかっていうところで、いやここでちょっと思わぬ事態が発生してましたね。いや最悪だわ、これちょっと最悪。いや炭治郎が息をしていないということで、そうです、集中しすぎて呼吸するのを忘れてね、死にそうになってる描写がねありましたけど、いやもうこれちょっと最悪いやでもこれたまにあるよね、例えばマラソンの時集中しすぎて終わった後に、あれ俺こんな疲れてたんだ、こんなに息切れしてたのかみたいな感じで、まあスポーツとかでよくあるね、まあ体の限界を超えそうになった時のあれですね。いや炭治郎がそのゾーンに入りすぎて、まあちょっと自分の限界っていうのをね超えてたみたいなんですけども、いや惜しかった。でも惜しかったね。あとちょっとだったのに、普通にそれはちょっと悲しいですわ。首にもね届いていたのにね、その勢いで言ったら多分ねダキは首切れてたかなと僕は思ってるんですけど、いや惜しかったってところで、まあダキもねこんな感じで唖然としていたんですけども、いや何が起こってたのみたいなダキもちょっとねビビってましたね。首を切られるかと思ったらうずくまって咳してるよみたいな感じで、何助かったみたいな顔してましたけど、いやさすがのダキもちょっとねビビってましたからね。いやそしてですね、炭治郎やばいよと、そんなところでうずくまってたら反撃というかカウンター来るぞということでね、まあ、さっきまで炭治郎が優位に立っていたのに、まあ、絶対絶命のね危機に変わってるよということで、いやちょっと大丈夫か炭治郎というところで、今回ねちょっとやばいの来てましたね。これはもう鳥肌超えて鳥になってね羽ばたいてましたわ。いや根津子キックということで、いやこれはやばいこれはやばい。で止めてみたらこんな感じになってたんですけど、いやあの美人のダキの顔がこんなに崩壊してましたからね。いやこれ本当に相当な衝撃だと思いますよ。ボーンって後ろから蹴られたらね、やばいよね。いや止めてみるとね、細かい本当に作画の描写っていうのがあって、ここはすごい良かったね。で根津子助けに来てくれたのはマジで嬉しいわ。根津子がちょっと五条悟に見えたわ。また別アニメ、マジでそれ並みにかっこよかったですね。五条悟に見えてしまいましたよと。でまあそしてダキはこんなになってましたけど、いやなかなかグロいよね。子供向けに作ってないだろこれ。完全に大人向けじゃん。完全に大人向け。いやもう子供向けのアニメかと思いきや大人向けっていうね。いや過去最高にグロい描写ありましたけども、こっからもね多分ねグロい描写っていうのは続いていくと思うので、まあ何気にちょっと遊郭編は結構ね深夜アニメの感じ出てますよね。はい。いやでもさあ、こんだけやっぱ規制しないでグロく作ってくれるとちょっと僕は嬉しいですね。本気で作ってるんだなって感じがあっていいっすわ。いやそしてついに根津子 vs ダキの本格バトルということで、1対1のねバトルが始まるわけなんですけども、根津子やっちまえということでね、はい始まりましたけども、え何やこれ、え根津子どうした根津子が大変なことになってる。いやちょっと体切られて、ちょっと腕も切られて足も切られて大変なことになってますけど、これ大丈夫なんすか。いやちょっとさすが上限の鬼ということで、即落ち2コマね。やはりダキは相当強い。てかこのままだとやばくね根津子、大丈夫なん、殺されちゃうんじゃない、炭治郎助けないとっていう感じなんですけど、いやでもねみんなここそう思ってたよね。僕も思ってましたよ。でもね根津子違ったんですよ。はいそうです、神です。え、どういうこと？え、さっきまで体ちょん切れて、え、足も切れてたよね？え、どういうこと？一瞬で回復してるんですけども、やばいっす船長。これはやばいです。アムロ、行きます。そして、やばいのはまだまだ続きますよということで、ありがとうございます。いや、これはちょっとそうです。根津子覚醒しました。やったー。
やった。いや、もう神ですね。至高ですわ、これは。で、その回復速度、上限に匹敵するとも、ダキに言われておりましたけども。いや、もう、ネズコ最強じゃん。上限の鬼に匹敵するって最強じゃん。しかも、角生えてるし。なんか、すごいことになってきたわ。で、なんか、文様出てるし。いや、もう、このパイオツニアもね、成長してるし。これはもう、ちょっともう、大興奮ですわ。で、ダキ推しからちょっとネズコ推しに変わっちゃいますよね、ということでね。さよなら、ダキちゃん、ということでね。いや、一瞬で推しがコロコロ変わりすぎ。いやー、で、ちょっとこの後もやばかったっすよ。これですよ。いや、またネズコ足切られてるやん、ということで、そう思った瞬間、え、なんすかこれみたいな。え、そういう描写がすごい多かったんですけど、え、足生えてるんですけど、みたいな。早すぎでしょみたいな。復活早すぎでしょみたいなね。そうなんですよ。ネズコ再生速度がチートなんですよ。だからもう切られても無限だよということで、いや、これはちょっとさすがに上限超えてない？しかもこれあれですね。有名なあのシーンですね。ダキが潰されてるあのシーンですよ。はい。原作勢はもう待ち望んでたあのシーンとなっております。いや、もう最高だわ。いや、そしてネズコかっこよすぎるって。いや、お前はもう上限の1になろうか。いや、ネズコの覚醒は止まらないよということで、いや、今回はここで終わりましたけども、いや、もうマジで戦闘シーンっていうか情報量もすごかったし、もう戦闘シーンもすごかったね。これはマジでもう興奮したわ。そんな回だったわ。で、今週ね、進撃の巨人も始まって、すごい本当面白かったんですけども、いや、戦闘シーンに関しては群を抜いてやっぱ鬼滅の刃が勝ってましたねということで、いや、これを起こせる制作会社ってなかなかなくない？いや、もう戦闘始まったらさ、止められなくない？鬼滅の刃。いや、もう本当に誰も止められないよね。いや、そんな感じの、最高の回でしたと。はい、ということで、まあ、今回のスタートはですね、こんな感じで、まあ、ネズコ VS ダキのね、まあ、本格回戦ということだったんですけども、まあ、ネズコがね、闇落ちしそうな描写がね、ありまして、まあ、こんな感じで怖かったよね。なんかもう、表情からも、アフレコからも、なんかそういう怖いなっていう、ちょっとネズコ行っちゃってるな、みたいな、ちょっと闇落ちし始めちゃってるな、みたいな描写があって、そこはちょっとね、見てる側のこっちにも伝わって、しっかりちょっと怖い描写っていうのが伝わってよかったですね。まあ、それは良かったんですけど、ちょっと怖かったよと。で、まあ、ネズコはこんな感じでダキをねボコボコに蹴ったりするシーンがあるんですけど、いや、やべえわとネズコの覚醒鬼化は強すぎると、ちょっとチートみたいになっちゃってたけど、いや、ちょっと怖かったね。で、まあ、そしてこんな感じで、まあ、ネズコがね首を切られる描写なんかもあるんですけど、え？っていうねまさかの死なないっていうか、切られてんだけど、切られてないんですよ、みたいな描写がありまして、ここがマジで怖かったよ。さすがに見てるこっち側も引いてしまうぐらい、ちょっと怖い描写で、いや、血がね、固まってなんと切られてるんだけど、実質なんか繋がってますよ、みたいな感じで、いや、どんだけネズコ赤血球じゃなくて白血球の数多いんだ、みたいなね。で、そんな展開になっておりましたけど、普通に最強じゃんと。最強じゃんって。ネズコ五条悟じゃん、みたいな。で、これまあ、ダキよりも圧倒的に強いよね、ネズコね。だからそれがもう普通におもろかったんですけど、しかもさらに飛び散った血によって血鬼術を発動させている描写なんかもありまして、いや、これもやばいってって、ネズコ鬼として普通に強すぎるんだよねっていう問題が発生しましたね。なんかもう、いや、ネズコ強くねみたいな。しかもさらにボコボコにされるダキっていうね、もうネズコやめてあげてと、ダキのライフはもうゼロよっていう感じでね、ネズコがちょっともう一方的にダキをボコボコにするせいで、ちょっとダキがかわいそうに見えてきちゃうみたいなね、そんな展開になってましたけど。いや、もうだってね、あんだけ前々回ぐらいにね、強そうに見えたダキですごい暴走していたというか、まあダキがすごい強かったんで、それがこんなになってるってなるとね、まあ情報量多すぎるというか、もうネズコなっちゃってたよね、みんなね。まあ、ちょっとそんだけネズコが暴走してるというか、まあ、強くなりすぎちゃってるよっていうことなんですけども、まあ、そこでね、まあ、ネズコがちょっとね、暴走しているのがね、わかる描写があるんですけども、まあ、腕を切られたりして、まあ、体力を削られている、まあ、ネズコは飢餓状態にあるわけで、その時にね、まあ、人を目の前にするんですよね。で、するとですね、やっぱここでわかるんですけど、ネズコは暴走してるよね、ということで、人を見てね、ちょっと本能が抑えられない状態になっている描写がね、ありまして、まあ、ここで、やっとね、まあ、初見の方は気づくんじゃないでしょうかね。ネズコちょっと暴走してないっていうか、あれって普段のネズコとちょっと違いすぎるよというところに、まあ、気づくんじゃないでしょうかね。まあ、人を食おうとしちゃうわけなんですけども、やめろネズコということでね。まあ、お前がここで人を食ってしまったら、鱗滝さん、富岡さんが切腹をしてしまい、まあ、炭治郎も信用を失ってしまい、まあ、鬼殺隊として、まあ、物語として終わってしまうよということなんですけども、まあ、なんとか炭治郎の助けが間に合ってですね、まあ、炭治郎がネズコを
こう抑えておりましたけども、まあ、炭治郎の抑えですら、まあ、もう禰豆子は聞こえていないぐらい、禰豆子の暴走は止まりませんよね、ということで、炭治郎の声が聞こえないってだいぶやばいっすよね。で、しかもですね、さらにここでダキが復活してくるっていう感じで、ちょっとね、まあ、もう本当に大変な事態になっていたんですけども、あれと、ダキ俺の推しの鬼が、あれ顔がちょっとどうなってんだこれっていうことなんですけども、本当にダッキーかみたいな、うん、それ以前の問題で、あれつダッキー復活してきたんだけど、あれ焦げ焦げになってるし、なんだこれ骸骨みたいになってる本当に俺の推しかみたいななってたんですけども、まあ当然ね、ダッキーはそう、まあ禰豆子にボコボコにされて、まあブチ切れますよということで、まあちょっと炭治郎禰豆子を抑えながらどう戦っていくんだっていうことなんですけども、まあ攻撃してくるか否かっていうところで、なんとあの方がね、助けに来ておりましたね、ということで、ここは激アツ。そうです、宇髄天元さんが来てくれました。いや、これはマジでかっこよすぎた。ここのシーンはマジでかっこいい。え、なんでいいのみたいなえ、なんで宇髄天元いいのみたいな、そんなスピードで来てたから、本当に脳が追いついてないみたいな、そんな感じでしたね。やっぱり柱なんだよね。で、しかも全くダキのこと相手にしてないっていうね、こんな感じで、もう普通に、お、禰豆子大丈夫かみたいな来た瞬間、普通に鬼のこと相手にせずに、禰豆子大丈夫かみたいなことになってたんですけども、ということでね、うん、ここさらにやばかったね。ダキのことを、お前弱すぎるよ、本当に上限かと煽った上で、すでに首を切ってってることを明かすんですよね。マジでここはやばかった。だからそうなんですよ、もう首切られてんのっていうことなんですけど、まあ宇髄天元さんが入ってきた、まあ部屋にね入ってきて、炭治郎に話しかけた瞬間にはもうダキの首は切られてましたよ、ということで、ここのね、なんか時間差みたいなのがすごくおもろかったんですけど、まあ宇髄さんめちゃくちゃ強くねってめちゃくちゃ強い。そしてね、まあダキちょっと弱かったんだってここで改めてちょっと気づきましたよね。もう柱からしたらこのレベルだったんだっていうことでね、あ、ダッキーあれでも弱いんだみたいな感じで、そこまでまだ鬼滅の刃がインフレしてるみたいなことではなかったですね。炭治郎が強くなりすぎてるみたいなことではなかったみたいですね。てかね、ここね、首を切られたダッキーね、ショックすぎて何も喋らないっていう描写があったんですけど、ここめちゃくちゃ面白かったですよ。1分間ぐらい沈黙しててね、えー、って言ってダッキーが、あのダッキーがえーって言って1分ぐらい沈黙して、顔がね、あーって唖然としてる描写がねあったんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。うん、まあ相当なショックだったんでしょうね。ちょっと見返してみてください。本当にダキが首を切られた瞬間から1分ぐらい黙ってるんですよ。そこがマジで面白い。後ろに背景としてダキがいるんですけど、えーって言ってずっと黙ってる描写がねあるんですけど、面白かったです、本当に。で、もってね、それとは別にね、禰豆子の暴走が収まらないというか止まってないよねっていうことで、まあそれとは別にちょっと禰豆子が大変ということなんですけども、まあ炭治郎がまあちょっと頑張ってあげるよということで、まあ炭治郎がまあ子守歌をねしてあげてる描写なんかもありまして、そこでね、禰豆子がやっとハッとね、ちょっと息を吹き返すというか、自分を思い出すわけなんですけども、まあ昔を思い出して、まあ回想シーンに入りますよねということで、まあこの回想シーンマジで良かったね。本当に良かった。なんかこの存在する回想シーンなんですけども、なんか存在しない空想の世界みたいな感じの雰囲気が漂っておりまして、なんか本当に悲しくなるんだよなっていう、本当に存在した過去なんだけども、まあ今存在しない人たちが映ってることによって、なんかありえない描写というか、存在しない記憶みたいな感じになっていたのがすごくたまらなく悲しくなって、まさに第1話の残酷さをね、彷彿させるような、そんな感じの描写でして、マジでここはうるっと来てしまったというか、なんか悲しくなっちゃった気持ちが俺の、うん。で、なんか禰豆子の子供時代の姿めちゃくちゃ可愛かったっすね。普通に萌えーって感じでしたで、まあお母さんがね、歌っていた子守歌を、まあ炭治郎が歌ってあげていたよということで、まあ禰豆子は本当にお母さんのことが大好きだったのかな、そんな感じでふっと思い出してですね、まあ禰豆子は涙を流しておりましたけども、いやー、ちょっと禰豆子急に可愛くなりやーとさっきまでの怖さが一気にふっと消えてね、まさにちょっともう可愛くなっておりましたけども、小さくなって、まあ眠りについておりましたね。よかったです。はい。いや、これが世間で言うところのイオリ、萌えーって感じなんですね。はい。まさに萌えーでしたね。いや、なんとか禰豆子の暴走も収まって、まあよかったですね。本当にここは、気持ちよくなんか、いい感じの描写でしたわ。はい。ということで、まあこっからね、不穏な空気が始まっていくわけなんですけども、なぜか首を切った
はずのダキが喋り続けているんですよね。ここはめちゃくちゃ怖かったですよね。まあ本来鬼は首を切ったらもう本当にすぐに消えていくわけなんですけども、ダキは3分もの間消えておりません。はい怖いです。普通に、しかも普通に首を切られているのに喋っております。ありえないよとさすがに気づく、まあ宇髄天元さんなわけなんですけども、ここのねダキのね負けてないからねっていうね負け惜しみのアフレコマジでよかった関係ないけどマジでよかった。本当に沢城みゆきさんの演技はね素晴らしいなともう感じさせられる描写でして、本当にここはねすごい良かったですね。急にモードチェンジしましたからね。あれってダキ変わったみたいな、別人みたいな、そんな感じの本当にすごいアフレコでしたわ。でそしてダキはまだ負けてないよということみたいなんですけども、はどういうことなのみたいなえダキ負けてるやんってことだったんですけども、そうなんですよ、上限の鬼っていうのは一筋縄には倒せませんよと、これまでの常識にとらわれていては鬼滅の刃はついていけませんよということで、まあ、こっからはね上限の鬼の、まあ、本当の姿っていうのを見せていくんですけども、ということで、まあ、本日のメインディッシュですね、まあ、お兄ちゃんことぎゅうぎゅうぎゅう太郎が登場しておりましたね。いやーここはやばすぎたやばすぎた、普通にやばすぎた。いやもう本当に牛太郎がもうかっこいいというか早すぎるよね、うん、登場からいきなり早すぎたよね。もう登場からいきなりうずいさんはやべってなって、まあ、切りつけに行くんですけども、あのうずいさんですらついていけないぐらい登場からいきなりシューンつってね、めちゃくちゃ早かったですよね。もうかっこよすぎた。いやそして牛太郎のアフレコね、なんか人間じゃない不気味な感じが出ててマジでよかったね。うん、昨日はちょっといろいろね、まあ、声のことで生放送で違くねとか言ってましたけど、まあ、改めて聞いてみるとですね、まあ、この不気味感、鳥肌立つ感じ、微妙にかっこよくてキモい感じっていうのがマジで牛太郎なんですよね。本当に脳内再生じゃないけど、あの原作を読んでた時の牛太郎の、まあ、イメージっていうか正確さっていうのがしっかりとアニメで出せていて、そこが本当にいい演技だなと思っていて、まあ、声はちょっとあれかもしんないですけど、演技に関しては牛太郎がマジで最高だったよ今回、本当に良かったです。はい、すいませんでした、昨日あんだけ言っちゃってすいませんでした。でまあ牛太郎の声優さんはね大阪亮太さんとなったわけなんですけども、まあ、最近ですとね東京リベンジャーズの直人だったりとか、まあ、働く魔王様の主人公の魔王貞夫なんかもね昔に演じられていたりなど、まあ、結構幅広く演じられている方なんですよね。だからまあ僕もいろんなアニメでお会いしてるんですけども、いやまあ結構良かったんじゃないですか。まあ声優予想自体はね外れてしまったんですけど、むしろなんか予想できない声優さんだったので、まあそれはそれでちょっと面白い展開になってきたなっていう、なんかむしろ僕は本当に嬉しいなっていうド M なのかな嬉しいなっていう感じになってましたね。キャスティングうまかったんじゃないですか。はい、ってことでまあ牛太郎なんですけども、まあお兄ちゃんなのに、まあダキにね、おめえは本当に頭が足りねえなとか言っててねめちゃくちゃ面白かった。後ろでねなんか普通にダキの悪口言ってんでねだからそこがなんかマジの本当の兄弟感っていうのも出ててすごい面白かったんですけど、牛太郎ね登場からかっこよすぎるよねっていうことで、ついにですね、まあ、牛太郎 vs まああの柱の宇髄天元さんっていうのがね始まるわけなんですけども、こんな感じで、いや牛太郎強すぎる牛太郎強すぎる一瞬で顔に傷がつけられてますからね。これが上限ですよ皆さん。柱ですら対等に張り合える、これが上限なんですよね。あの柱と、まあ、上限がやっぱ対等っていうのがすごく面白い。うん、どっちかが無双してるとか、どっちかが圧倒的に強いとか、そういうわけではなくて、両方とも本気出したら倒れてしまう、そんな展開っていうのが僕は求めていたというか、これがやっぱ鬼滅の刃のいいところなんですよ。対等に張り合えるっていうところがすごく面白いんで、まあもう本当に普通にうずいさんが死んでもおかしくないし、牛太郎を倒せてもおかしくないよという、そんな展開となっております。はい、めちゃくちゃもう本当に面白いですよ。で、そしてですね、まあ牛太郎がどんどん狂っていくっていうわけなんですけども、いやここマジで良かったね。うん、牛太郎本当にいいね。もうキャラ好きだこのキャラなんか好きなんだよね。上限ってなんかやっぱこういうなんか個性的なキャラっていうか、なんか常識にとらわれないっていうか、そういうキャラが多いからおもろいんですよ
ね。だからやっぱ面白いわ、牛太郎。うん。てか、ここのね、ダキは完全に妹モードになってまして、マジで萌えでしたわ。しかもね、髪なんかも短くなってて、あれっていう感じで、もう完全に妹モードでしたよね。もう、今までの見てきたダキとは全く別人だったような、もう3話4話とかのダキはどこ行っちゃったんだみたいな感じの、本当に別人かのようなアフレコだったし、そして別人かのような性格っていうのが、マジでダキ。本当にたまらなかったっすわ。マジで最高だわ。いや、こっからちょっとダキが妹モードになっていくっていうことなんですけど。いやー、ちょっと楽しみだね。うん。これパワハラだよね。で、そして、まあ、うずい天元牛太郎本格回戦なんですけど、まあ、牛太郎の決起術がマジでかっこよすぎるよねっていうことで、まあ、決起術、飛び血釜ということなんですけども、この技はですね、まあ、自らの血をまるでカミソリかのように薄い刃のような状態にして飛ばす毒の斬撃だよということで、まあ、すごく本当に強い技なんですけども、さらにですね、彼が放った後でも斬撃の動きを変えることができるという技ということみたいですごく強いっすね、この技ね。で、結構厄介ですよね。まあ、うずいさんも結構苦戦しておりましたということで、いや、本当にやばいっすね。で、そしてエフェクトマジでかっこよくね、これ。飛び血釜のエフェクトというか、決起術のエフェクトがマジでかっこよくて、いや、牛太郎本当にいいね。いい味出してるわ。こんなん興奮しない人おるんすか？いないっすよね。マジで全員興奮してると思うんすけど、牛太郎の技めちゃくちゃ最高っすね。でもって、まあ、うずいさんの方もですね、音爆弾みたいな感じで細かく斬撃して相手にぶつけておりましたけども、これもすごいかっこよかったっすよね。うずいさんの動きがすごいしなやかでかっこよかったし、なんかこの光の反射みたいなのもすごいかっこよかったっすわ。はい。で、まあ音の呼吸のエフェクトはやっぱりないのかな。なんか音の呼吸のエフェクトっていうのが出てきてないっすよね。エフェクトやっぱりないのかな。その辺もちょっと気になってはいるんですけども、まだまあ音の呼吸は使ってないというか、まあちゃんと使ってるの見たことないんで、まあその辺ちょっと次回あたり使うのかな、楽しみですね。で、そして俺たちは二人で一つだからなっていうところで、まあ、今回第6話は終了しましたけども、ここ有名なシーンですよね。俺たちは二人で一つだからなっていう感じで、いや、なんか倒し方でもなんかむずそうだね。二人同時に倒したらいいのかな、それとも牛太郎を倒したらいいのかな、ちょっとわかんないっすね。僕原作読んでたけどちょっと忘れちゃったわ。普通にどう倒したらいいんだこの上限の鬼って感じなんですけども、ちょっと面白くなってきたというか、めちゃくちゃ面白くなってきたね。いやー、てかさ、思い出したんだけど、遊郭園ってこっからじゃん。俺の思ってた遊郭園ってこっからじゃんってことで、遊郭園のスタートってこっからなんだよね。この上限の鬼 vs 渦井天元で炭治郎たちっていう構図がもうやっと遊郭園なんだよね。俺が思い浮かべてた遊郭園ってこれだったんですよね。うん、やっと遊郭園始まったよということで、これまでね、俺たちは何をしてたんだって。そんな具合でね、来週からもうやばそうなんだよね。もうこれまでの遊郭編って嘘だったんじゃないかなっていうぐらい、来週の遊郭編が多分やばいと思います。はい。伝説です。はい、ということですね。まあ、今回のスタートはですね、まあ、炭治郎が禰豆子を箱に入れるっていう描写からのね、まあ、スタートだったんですけども、まあ、禰豆子がこんな感じで涙を流している描写なんかがありまして、まあ、それで寝てるということだったんですけども、非常に可愛かったですね。まだちょっと涙が残ってる感じが可愛かったですね。で、そしてですね、ついに渦井天元 vs 滝牛太郎ということなんですけども、渦井天元さんたちとね、牛太郎で話してる最中、まあ、渦井天元さんが、まあ、自分のことを卑下する描写っていうのがあったんですけども、まあ、ここは割と意外でしたよね。まあ、渦井さんってもうちょっとこの調子乗ってる系かと思ったんですけども、やっぱり柱だけあってね、なんか根は謙虚で真面目な方でしたね。はい、そこはちょっと渦井さんらしくないなと思ったんですけども、やっぱりなんか柱なんだなと感じさせられる描写でしたね。で、そしてですね、渦井さんは忍びの一家ということで、まあ、昔から厳しい訓練をねされていたみたいなんですけども、なんか弟もいるらしくてね、なんか弟は性格が非常にやばいらしくて、なんか弟みたいな人間にはなりたくないと言っておりましたね。だいぶ弟はサイコパス感出てますね。うん、顔からもう滲み出てるよね。で、ちょっとね、弟の性予想してくださいっていうねコメントがあったんで、ちょっと軽くね予想していこうかなと思うんですけども、まあ多分神谷博士さんとか、そのあたりが来るんじゃないかななんてね思ってます。喋るかわかんないけどね。で、まあそんな時に渦井さんが出会ったのが親方様ということで、まあ、ここのねセリフとか描写とかめちゃくちゃあったかくて本当良かったですね。うん、こういうやっぱ
親方様の描写っていうのがあるだけで、なんかほっこりするというか、なんか悲しくなるんだよなっていうのがね、毎回ありますよね。だけどなんか一つだけちょっと気になってしまってですね、このひなつるの後ろ姿、描写これ割と危なくないですか？結構攻めてるよね。なんかもうお尻見えてないっていう感じなんですけど。ひなつるこれ履いてますか？安心してください。履いてますよっていう感じにね、ちょっともう芸風みたいになっちゃってますけど、大丈夫なんですかこれ。結構なんかこの後ろからの描写攻めてるよね。ちょっとエチエチですね。で、まあそんなことはさておき、まあうずいさんはね、前回飛び地釜を食らってしまったので、まあ牛太郎の猛毒をね、まあ食らってしまったということなんですけども、いや、だいぶ侵食してやばそうですよね。まあこんな感じでちょっと青くなってるんですけど、まあ毒っていうのはね、まあ時間が経てば経つほど体に侵食していくので、まあどんなに弱い毒でもね、まあ時間が経つとよりきつくなっていくということなんで、ちょっとその辺は怖いんですけども。で、まあ、そしてですね、その毒を牛太郎に煽られるんですけども、まあ、ここのね、うずいさんの見え張りのセリフとかがマジで最高でして、いや、全然聞いてないね。踊ってやろうか。絶好調で天丼100杯食えるわ、とかね、言ってまして、いや、もううずいさん相変わらずだな、と。本当になんかここはうずいさんらしいセリフというか、なんか嬉しかったですね。どんなに厳しい状況でもポジティブなうずいさんっていうのは、まあ僕も本当に大好きなんで、まあこういうセリフが出てくれるとちょっと僕は興奮してしまいますね。はい。うずいさんかっこいいね。で、そしてね、戦闘が繰り広げられるんですけども、ここのね、バトルの描写っていうのが非常に細かくて、なんか面白かったというか、すごかった。だよね。まあ鬼との駆け引きというか、まあ宇髄さんがね、抱きを蹴ったりしたりね、まあ立ち回りっていうのがすごく本当に際どいというか、なんかめちゃくちゃ考えてるなっていうので、マジでね、かっこよかったというか面白かったですね。もう単なるバトルではなかったですね。で、特にここがかっこよかったですね。あの宇髄さんが刃先を持って牛太郎の隙を突くというシーンだったんですけども、宇髄さん握力どうなってんねんっていうね、柱にしかできない匠の技みたいなのがね、もうたまらなくかっこよかったっすわ。もうこういうのもっとやってほしいよね。こういうのね、無限上編とかでもめちゃくちゃ見れるんですけども、今後やっぱね、柱との戦いっていうのはすごくね、面白いものがあるので、その辺もちょっと期待ですね。で、そしてですね、ついに炭治郎たちが参戦ということなんですけども、この辺全員集結となっていたんですけども、すごいね、なんかかっこいい登場の仕方でしたね。いつもだったらこいつら登場するときダサいのに、なんか今回は炭治郎たちがなんかかっこよく見えてしまいましたというか、宇髄さんがちょっとピンチだからこそ助けが来てくれて嬉しいみたいなね、そんな集結で、まあこっからね、大乱闘が始まるんですけども、いや最高ですね。で、そしてですね、ここの宇髄さんがまたまたかっこよくてですね、まあ余裕でかつはボケ雑魚が毒が回ってるくらいの足かせがあってトントンなんだよっていうね、あの名言のセリフがねあったんですけども、ここね、原作で読んだ時ね、めちゃくちゃ鳥肌が立ったシーンですね。宇髄さんやっぱいいよねっていう、やっぱ敵を煽っていく感じとか、俺はまだまだ余裕だぜっていう、本当は余裕ではないんですけども、その見栄を張っている感じというか、どんなにピンチな時でもやっぱりポジティブな宇髄さんっていうのが僕は本当に最高にたまらない感じですね。ということで早速ね、決戦開始ということだったんですけども、ここねマジでやばかったね。善逸の霹靂一閃のシーンね、もう作画どうなってんねんっていうね。もう本当に最高でしたね。もうカメラワークも本当に最高だし、善逸ってなんでいつもこんなかっこいいのっていうね、かっこ悪いシーンないっすよね。もうズルじゃん。ズルじゃんって感じでね。で、そしてね、相手も本気出してきちゃったよということでね、これね、今日のメインディッシュ、ダキの目が開いておりましたけども、三つ目の目がね、これおそらくね、本当の上限の鬼の目なんだと思うんですけども、牛太郎がね起きたことによって開いたとね言っていたんで、まあ牛太郎と共有の目なんじゃないかなと思ってますね。まあダキがね、牛太郎出てきてから弱く見えてたからね、さらに一段階強そうなフォルムになってね、もう最高にたまらなかったですね。なんかこのダキめちゃくちゃ強そうだよね。で、そしてね、相変わらず上限の鬼のアフレコは演技が素晴らしいなということでね、まあ、このシーンね、ダキと牛太郎が同時に喋るという、まあ、アニメならではのね、面白さをかましてきたシーンがあったんですけども、もう本当にこういう演出は嬉しいですわっていうかね、やっぱりね、漫画とのね、違いを見出せるか見出せないかって結構重要なんでね、まあ、これは本当に確実にアニメでしかできないシーンだよねっていうことで、まあ、そういう演出だよねっていうことで、もうどんどんやってほしいなと、こういうどんどんやってほしいなと僕は思ってますね。この同時に喋るっていうアフレコのシーンね、本当に素晴らしい演出でしたわ。はい。
まあ、これは本当にアニメでしかできない、そんな演出でした。いや、そしてですね、皆さん、こっからの戦闘シーンはアニメ史に残る本当に伝説の作画だったんですけども、いや、もう目が離せなかったっすよね。もうこっちも緊張する、そんな素早い展開で、ハラハラドキドキの感覚っていうのをね、まあ、味わうことができましたね。本当に最高でした。いや、もう劇場版でやってもさ、遜色ないクオリティというか、ここはもう説明することないくらい、もう見てくださいというしかないっすよね。もうとにかく最高すぎるので、もうアニメのシーンをちょっと見返してほしいですね。戦闘シーンね。特にこっから異次元よということでね、もう1.5 倍速で書いてんのかっていうぐらいね、やばかったよね。で、炭治郎の戦ってる中での成長っていうのもすごい良くて、水の呼吸をうまく使ってね、まあ、牛太郎の技を受け流すシーンとかね、あったんですけども、ここも本当に良かったというか、炭治郎もなんか成長してるなっていうのが伝わって、すごく面白かったですね。で、まぁ、ちょっと怖いなって思ったのが、炭治郎が限界に来てるっぽいんですよね、結構ね。で、こういう風に剣に縛ってないと、刀を握る力が残ってないよということで、いや、マジでね、上限の鬼との戦いは気抜くとマジで一瞬で死んでしまうので、そこはちょっと炭治郎心配だなというか、なんかミスが起きて炭治郎ちょっと危ないこと起きそうだなという、そんな伏線じゃないですけど嫌な予感がしましたね。いや、炭治郎はもうダキと戦ってたからね。てかさ、こういう風に話してるけど、僕はねその後の展開を原作読んで知ってるんですよ。なのにこんだけ没頭できるっていうか、もうハラハラドキドキで誰が死んでもおかしくないと感じさせられるような、そんなね、クオリティっていうのが、今回マジでやばいよね。いや、俺だってさ、原作知ってるのに俺炭治郎死んでもおかしくないんじゃないかなって思ってたからね。普通に。怖かったよ。で、そしてですね、ついにですね、渦井天元の技、音の呼吸、この方、名言曹操という技がね、出てきてたんですけども、ここやばかった。で、この技はですね、回転する刃を爆発させながら相手に攻撃する技ということでしてね、まあ、結構激しい技なんですけども、いや、この映像クオリティはやばいって。めちゃくちゃ最高だったね、ここのシーン。もう音の呼吸のエフェクトというか、まあ、色もね、一応ついていたということなんですけども、薄い水色ということでね、いや、ここは本当に背景とかも素晴らしいし、いや、技というかね、音の呼吸めちゃくちゃかっこよかったね。大興奮でしたわ。で、そしてですね、ここでひなつるが登場しておりましたねということで、ひなつるはね、毒を食らっていたということだったみたいなんですけども、帰らずにね、戦いに参戦しておりましたね。で、なんかね、武器を持ってきたということなんですけども、これは何だということでね、区内をね、いきなり牛太郎に向かってね、撃っていたんですけども、いや、渦井さんにも当たってるんかーい、と、いうことでね、何やってんだよ、ひなつると。余計なことしてんじゃねえよ、と僕は思っていたんですけども、いや、実はその区内、富士の花の毒が塗ってあってですね、まあ、鬼には効果抜群ですよ、ということで、まあ、足が切られても、痺れて再生できないという状態に陥ってましたね、牛太郎が。はい。いや、ナイスやん、ひなつるということでしね、急に手のひら返しをすると、いうわけなんですけども、いや、ここでさらに炭治郎がね、隙をついて首を切りに行くということで、この展開は最高すぎるでしょ。この展開は最高すぎる。いやー、なんか最後は主人公を持っていくというか、オチでね、主人公を持っていったんですけども、いやー、今回はこのシーンで終わってしまったよということで、いや、短かったね、体感ね。まあ、戦闘シーンが多かったからさ、もう没頭してしまってね、もう本当に劇場版を見てるかのような感じで一瞬だったんですけども、いや、次回一気に話が動きそうなね、そんな予感がしてますよね。マジで楽しみですね。はい、ということでですね、まあ、今回のスタートなんですけども、こんな感じですね。まあ、渦井さんが嫁と共にね、お墓参りに行くというね、描写からの始まりだったんですけども、いや、これ多分アニオリだよね。こんな描写見たことなかったんですけど、まあ、いいアニオリでしたね。で、まあ、これ誰の墓参りかというとですね、まあ、渦井さんのね、まあ、弟ということなんですけども、いや、渦井さんにはね、弟がたくさんいましたから、まあ、それらがまとまってここに眠っているということなんですけども、いや、悲しい、まとまって寝てるの悲しい。で、なんかお酒なんかもかけてたけど、いや、なんか悲しい。悲しいわ。で、ついでにね、お花見パーティーということでね、まあ、やっておりましたけども、ここのね、嫁とのね、描写っていうのは非常に良かったですね。まあ、ほっこりするというか、もっこりするというか、まあ、なぜかね、悲しくなるというね、いう感じがありましたけども、なんか趣をね、感じさせる、そんなね、描写でしたね。そんでもって、久しぶりのね、妻っていうのがめちゃくちゃ可愛かったね。いや、これ本当に良かったんだけど、遠山奈央さんのね、良さっていうのがすごく出てて、アフレコがね、マジで良かったっすね。いや、妻めっちゃ可愛かったわ。久しぶりに見れてよかったわ。で、そしてね、このひなつるとのやりとりよ。ここ青春ですか。
恋愛アニメですか。変わっちゃったの、ジャンル。って感じなんですけども、やっぱりでもね、ひなつなんかいいね。で、ひなつね、一番やっぱしっかりしてて、天元さんの一番のね、お気に入りっぽいっすよね。なんかね、ちょっと優遇がね、違いましたね。でもって、このマキオもめちゃめちゃ可愛かったわ。桜つけてるね、マキオね。めっちゃ可愛かった。ここ良かったわ。このやりとりもっとやってほしいね。もうなんか涙出てきちゃうぐらいね、良かったっすわ。このシーンほんといいね。いや、鬼滅はさ、こんな穏やかな作品じゃないからね。ほんとにね、こういう描写がね、アニオリで追加されるだけでね、もう泣けてきちゃうんすよね。で、そしてですね、回想シーンは終わりまして、まあ、前回の続きからバトルがね、まあ、始まるんですけども、いや、いきなりさ、牛太郎がさ、足を再生しておりまして、いや、おいーと。前回の振りはどこにいたんだ、おいーと。いうことでね、まあ、さすが上限の鬼ですね。まあ、毒は全然効かないというか、まあ、すぐ無効化してしまいますよ、ということでね。いや、強いっすね、牛太郎ね。で、そしてね、そのすぐそばからね、牛太郎が血鬼術、炎山旋回、飛び血釜をね、放っておりましたけども、いや、かっこよかったね。かっこいいわ、この技ね。いや、ここはね、ほんと原作通り素晴らしい描写でしたね。で、この技はですね、螺旋状の血の斬撃をね、作り出して、自らの両腕にまとわせる技ということでしてね、まあ、飛び血釜のような遠距離攻撃とは違い、まあ、刀をね、打ち合うような近距離での戦いで活躍するね、技となっております。ということで、いやー、炭治郎もね、この技で吹っ飛ばされてたからね、このね、近距離でね、この技っていうのはね、めちゃくちゃ強いっすよね。炎山旋回ね、厄介な技ですね。で、そしてですね、渦井天元も反撃しますよ、ということでね、まあ、音の呼吸、死の方、鏡山無権がね、放たれておりましたけども、めちゃくちゃかっこよかった。これやっぱかっこいいよね、渦井天元の技ね。よかったわ。でもってですね、この技はですね、まあ、目の前の爆発と斬撃による巨大な空間を作り出す技とね、なっておりましてね、めちゃくちゃもう、あたり一面がね、花火みたいになってましたけども、相変わらずド派手なね、技でしたね。でもってここやばかった。だっすね。渦井さんが技を放ったせいで牛太郎が見えなくなっちゃったんですけども、いや気づいたらひなつるがね襲われていたよということでね。いやーちょっとね近距離で見るとね牛太郎って怖いというかなんか気持ち悪いというか不気味だよね。絶妙に嫌な感じがねありましたけどね。ひなつるがねちょっとかわいそうですわ。でそしてねここで回想シーンに入りまして、まあひなつるとのやりとりがねあったんですけども、いや上限の鬼を倒したら一線を退いて普通の人間として暮らしていきましょうよと区切りをつけて鬼殺隊をやめてまあ、引退しましょうよという話があったんですけどもいや上限の鬼倒したら引退すんのっていうことでねまあ、多分渦井さん上限の鬼倒したら引退するんだろうなっていうまあ、そんな回想シーンだったんですけどもいやでもなんかねここね回想シーン意味深というかフラグじゃないけどなんか怖いね倒したらっていうなんかイフはちょっと怖いっすよでもってね第9話の上限の鬼を倒したらっていうタイトルはねまあ、ここに繋がっていたみたいですねひなつるの言っていたセリフだったということで全然ね上限の鬼倒してなかったっすねタイトルが全然ネタバレになってなかったわ。まあ、そんでもって回想シーンは終わりまして、まあ、炭治郎が動き出して、まあ、日の神神楽と水の呼吸の混ざり技でね、まあ、なんとか助け出しておりましたけども、いやー、このね、日の神神楽とね、水の呼吸の混ざり技、めちゃくちゃかっこよかったね。なんかこの技もっと使ってほしいなと思ったんですけど、いや、無事なんか炭治郎が動けてよかったっすね。ひなつるさんが、まあ、助けられたということでよかったっすね。で、まあ、さらにね、渦井さんがその隙をついてね、牛太郎の首に差し掛かるということだったんですけども、いやここでね、ちょっと場面は変わってしまいましてね。いや、どうなるんでしょうね。渦井さんは、牛太郎の首を切れるんでしょうかね。ということで、場面はですね、まあ、猪之助たちということなんですけども、いや、ここのね、ダキの笑い方めちゃくちゃ好きだったんですけど、わかる人いません?いや、ダキの笑い方めっちゃ良くない?やっぱね、ダキのアフレコいいよね。いや、もうみんなでさ、ダキのさ、笑い方同盟組もうぜ。笑い方同好会作らない?マジで沢城さんのね、アフレコいいんすよね。何回聞いてもね、飽きないというか、毎回毎回本当に感動するんだよね。あとね、ここのね、善逸なんかめっちゃイケボじゃなかった。なぜかイケボだったよね。謎にイケボなんよね。いつもの善逸じゃない感じあったよね。なんか集中してるからなのか、真剣だからなのか、わからないですけど、めちゃめちゃボイスがね、真面目でしたよということでね。なんか、猪之助もね、いつもと違う善逸に違和感を感じてましたね。なんか、視聴者さんも違和感感じてたけど、いや、なんか善逸、なんか今回ね、めちゃめちゃなんかイケボでしたね。でもって、場面は戻りまして、まあ、牛太郎の首を切れるかっていうところだったんですけども、いやー、やっぱね、そうっすよね。そうっすよね。牛太郎のね、首をね、そんなやすやすとね、切れないよねっていうことでね。いやーもうちょっとやめてくださいよって感じなんですけど。いや、そしてですね、さらに牛太郎がまた炎山旋回を放ちまして、そのまま渦井さんがね、どっか行っちゃいましたね。いや、大丈夫なんか。どっか行っちゃったよって感じ
じなんですけども、うずいさーんって感じでね、ちょどこ行ったんだって探してるとね、いやおいおいおいと、こっちも集中しなきゃやべえなということでね、なんかダキがこっちに来てましたね。目まぐるしく変わっていく戦況ということでね、相手側もなんか策略を変えてきましたね。まあそんでもってね、炭治郎たちは3人でね、先にダキの首を切ろうという、まあ、作戦にね変えるんですけども、いやーね、ここのね、なんか3人のチームワークというか共同作業というか、まあ息がめちゃくちゃ合っていて、見てて本当に面白かったんですけども、いやここカメラワークも良くてね、いやもうダキとの戦闘ね、これ良かったっすね。かまぼこ隊ね、良かったね。やっぱこの3人いいよね。でさらに皆さんこれですよ。いやこの3人の共同技ね、めちゃくちゃかっこよかった。伊之助の爆裂猛進と善逸の霹靂一閃と、まあ、炭治郎の龍々舞がね合わさった技ということでね、いやめちゃくちゃかっこよかったね。なんか漫画とちょっと違ったんですけども、アニメの良さがねあったっすね。でなんかね、どうやってセリフ被せるんだろうなと思ってたんですけども、部分部分で分けて、まあ、合体させておりまして、いやここは原作も良かったんですけども、アニメも良かったっすよということでね、まあなんか技のセリフの部分も良かったっすね。でそしてですね、ついにおめでとうということでね、まあ伊之助が6の牙でね、まあ、ダキの首を切っておりましたけども、いや良かったっすね。良かった。でもね、割とねなんかあっさりとダキの首は切れちゃったねって感じでしたね。やっぱりね、ダキの首っていうのはそんな硬くないっぽいっすよね。まあ伊之助がね強くなってるっていうのもあると思うんですけども、ダキはね何回首を切られてるんやということでね、もう3回目じゃないかな。ここに来て3回首切られてますね。でそしてですね、まあ伊之助は走って遠くに行くんですけども、いやここ本当にやばかったよね。いや伊之助心臓鎌で刺されてるんですよ。いやマジかよ、これ結構致命傷になりそうだよと。いやいきなり最高の展開から絶望の展開に変わりすぎやろと。ふざけないでくれ、やめてくれと。でしかもね、なんでここに牛太郎いるんだってことなんですけども、あれと、宇髄さんとさっき戦ってたよねと。宇髄さんの方を見てみるとこれです。はい、やめてくれ、やめてくれ、もう何も奪わないでくれ、本当に誰も殺さないでくれ。いやーもういきなりさ絶望展開にするのやめて。でしかもね、状況は目まぐるしく変わっておりまして、いやこっちにもでかい技が来てましてね、いや善逸が炭治郎を助けようとしてましたけども、いやもうみんなバラバラになっちまうよと。なんで急にこうなったのっていう。でなんか善逸もめっちゃ助けようとしてたから、なんか悲しくなったし、いや今回もやばいって本当に、最後やばいって。で、そんでもってね、最後ね、炭治郎がみんな俺のせいだって言ってたんですけども、いや、お前のせいじゃないって、そんなことないって、って感じなんですけども、いや、不気味な終わり方でしたね。いや、なんか炭治郎が落っこちながら、俺のせいだって言ってたんですけどね。いや、もう早く続きは見たいんですけども、いや、ちょっと次回怖いわ。見たくない。やめよっか。みんなで見るのをやめよっか。で、今回良かったのはね、やっぱあの3人の共同作戦のところだよねっていうことで、まあ皆さんここ見返してほしいんですけども、いや、ここはね、マジでね、なんか、あうんの呼吸というか、ほんと息がぴったりで、かっこよかったっすね。ここマジで良かった。そしてまあ、うずいさんと嫁の回想シーンも今回良かったっすね。まあ、冒頭のシーンですね。あそこは本当に良かったかなと僕は思っております。いや、それ以外はもう絶望展開でした。はい、ということですね。まあ、今回のスタートなんですけども、こんな感じということでね。まあ、ねずこの回想シーンからの始まりでしたね。ということなんですけども、ここマジで良かったね。本当に良かったね。まあ、ねずこのセリフっていうのが本当に良かったんですけども、どうしていつも謝るのよと。精一杯頑張ってもダメだったんだから仕方ないじゃないと。人間なんだから、誰でも何でも思い通りにはいかないよと。大切なのは今なんだよと。前を向こう、一緒に頑張ろうよと。まあ、人間としてのね、まあ、ねずこに励まされるシーンっていうのがね、あるんですけども、いや良かったね。なんか兄弟のなんか励まし合いというか、禰豆子に励まされるとね、まあ、炭治郎も頑張ろうってなるしね。まあ、過去は振り返らずに、まあ、今が大事なんだよと、まあ、そういったねメッセージ性があるね、まあ、セリフなんですけども、本当にねいいこと言ってましたよね。でそしてですね、そこから鬼の姿に変わってですね、まあ、お兄ちゃんなら分かってよと、私の気持ちをということでね、まあ、禰豆子の、まあ、今の姿としてのメッセージがね、まあ、あったんですけども、ここはすごく可愛いというか、なんかね妹なんだけど、妹らしさっていうか、なんか禰豆子なんだけど妹らしさがあるね、そんな描写でしたよね。なんか今の私をしっかり見てよと、私の言葉をちゃんと聞いてよと、なんかそんなねあのメッセージがあるというか、すごいね可愛らしいね描写だったんですけども、いや良かったですね。でまあそしてね、まあ、目覚める炭治郎なんですけども、まあそこにはね残酷な景色が広がっておりまして、まああたりが火事でね、まあ、燃えている描写っていうのがねあったんですけども、いやーなんかねこれアニオリというか、まあここまで原作燃えている描写がなかったの
ので、すごくアニメでねしっかりとそこが分かったって感じですね。そこはねほんと UFO テーブルさんをよくやったなって感じですね。うん。でまあそしてですね、まあ猪之助善逸宇髄さんがねまあ倒れている描写っていうのがあったんですけども、ここかなり残酷というか、まあ悲しかったね。なんかね、まあ善逸とかなんか瓦礫に埋もれててもがいてる描写っていうのがあったんですけども、なんかすごい被災地というか、なんかそういうのね彷彿させてしまう、なんかちょっと残酷でね悲しい描写っていうのがねありまして、ちょっと苦しかったですね。まあちょっと日本人としてはこの辺の描写苦しいんじゃないかなと思ってるんですけど、でもまあこの苦しさっていうのがね、まあ後々のあのシーンへ繋がっていきますよというか、まあ後半でのね畳みかけに繋がっていくんで、まあそこはね本当にね我慢しようっていうねまあそんな描写でしたね。ってことですね。まあ目覚めた時にね、まあ牛太郎が来るんですけども、いやね指をね折られる描写がねありまして、いやここさめちゃめちゃ痛々しかったよね。映像としてね、音もすごいボキボキボキって言ってね、めちゃめちゃ痛いよ痛いよって感じになったしね、指の曲がり方もねやばかったからね、炭治郎ねちょっとかわいそうだったんですけども、しかも牛太郎もめっちゃ煽るしね、牛太郎クソ性格悪いなってね思ってたんですけどね、本当に苦しかったというか、いやなんでこんな煽られなきゃいけないんだみたいなね感じだったんですけども、炭治郎もね逃げちゃうんですよ。え、炭治郎マジで逃げるのって思ってたんですけども、でもねまだ諦めてなかったみたいなんですよね。炭治郎実はねこれ逃げたわけではなくてですね、まあ逃げたと思ってたんですけど、なんとねここでね、まあ、炭治郎の続き作戦がね炸裂ということでね、いやこれ本当におもろかったというか、よかったねまあ頭突きって思ったんですけどね、え何鬼に頭突きなんかしても全然効かないよと、無意味だよと思っていたんですけども違いましたね。炭治郎めちゃめちゃ考えてて、まあ逃げたと思ってたんですけども頭突きしてね、なんと実はね宮内をね牛太郎の足に刺していたんですよね。まあそれを取るために逃げたふりをしたということでね、まあ相手が油断した隙をねついてね、見事ね頭突きによってね脳震盪を起こさせるわけなんですけども、そこでねなんとさらに炭治郎首を切りに行きますよということで、ここマジでよかったなあんだけ煽られて苦しかったのに、ここでマジ最高のね切り返しだよということでね、本当に良かったね、本当に良かった。でね逆に今ね牛太郎にどんな気持ちいいってね言いたい気分というか、炭治郎は多分そう思ってるんじゃないでしょうかね。お前どんな気持ちであんだけ煽ってよみたいなね、そんな多分心持ちだと思うんですけども、まあそこでね、まあ、焦っただけは攻撃しに来るよということでね、ちょっとねあやばいと思ってたんですけども、なんとねそれをカバーするものがね現れましたねということで、はいそうです、善逸の復活がねありましたね。ここね本当に最高すぎた。しかもさ雷の呼吸さ霹靂一閃神速っていうことでね、いや初技なんですよ。しかもめちゃめちゃかっこいいんですよね、描写というか演出というか作画というか、もうなんでこんなかっこいいんだということなんですけども、この技はですね、まあ、善逸の切り札と呼べる技でね、まあ、ただでさえ早いね霹靂一閃をさらにね早くした技となっておりますと。でそしてですね、まあ足に負担がかかるため1日にね、まあ、2回しか使うことができないね技となっているんで、まあもう本当に切り札の切り札となってるんですけども、いや本当にマジでよかった、うん、で明らかにね善逸だけ優遇されてるよねっていうことでね、なんかね作画がさ善逸だけいつもなんかおかしいんだよ気合入りすぎてるのよスタッフのね。いや本当になんでこんなかっこよくしてんだって感じなんですけども、他のね人たちももうちょっとかっこよくしてくださいよって感じなんですけども、いやなんか善逸だけすげえ凝ってるんだよね作画が、めっちゃいいよね。うん。でまあ本当にね今後のね、まあ、善逸の技っていうのをもっともっと見たいなっていう、そんな気持ちになりましたね。本当良かった描写ですね。はい。ということでね、まあ、牛太郎の首をね切りかかる炭治郎だったんですけども、まあ切れなかったよということでね、まあ、炭治郎は牛太郎とまあ戦闘をね繰り広げるんですけども、いやここはねなんか今までにないねハラハラドキドキ感というか、まあたまらなかったですよね。マジで炭治郎がいつ負けてもおかしくないというか、まあ一人で戦ってるからね上限の2とね、まあだから炭治郎がもう一瞬でもミスをしたらね、まあ攻撃食らってしまうというか、まあ死んでしまうよということでね、まあ非常にハラハラドキドキで見ていたんですけども、まあやっぱりね炭治郎だけじゃね、まあ、牛太郎にはかなわないよねということで、まあそう思っていたところ、なんとここ最高すぎたね。はいそうです、あのお方、はい宇髄天元さんね前回ねちょっとねやばいと思ってたんですけども、まあ柱としてねまだやっぱりね死ぬわけにはいかないというか、まあ底力ね出してきましたよね。いやありがとうございます、本当にありがとう。もう本当に鳥肌えぐかったし、いや作画がねめちゃめちゃ細かいんですよね。本当に最高の復活だったんですけども、
からですね、さらに怒涛の展開がやばかったよねということで、まあ、ついにですね、宇髄さんが脳内でですね、譜面を完成させておりましたよということで、まあ、牛太郎のね、まあ、動きが完全に読めている状態になっていたというわけなんですけども、いやここね、漫画ではね細かい説明っていうのがあったんですよ。譜面のね、まあ、説明があったんですけども、アニメだとね説明せずともそれとなく伝えるっていう描写がありまして、いやめちゃくちゃいいアニオリだったねということでね、まあ、UFO テーブルさんやっぱりね技術量あるよねっていうか、もう演出がさ素晴らしかったし、いや説明しなくても伝わったんですよね。それがほんとすごいなと思いましたし、めちゃくちゃその演出として良かったなと思っております。いいアニオリでしたね。はい。でもってね、牛太郎とね、まあ、宇髄さんがバトルをね繰り広げるわけなんですけども、いやここはさもう文句ないというかさ、何これ何これって感じだよね。いや神戦闘シーンじゃん。もう相変わらずね、UFO テーブルさんの作画、演出、BGM、カメラワークがね、もう本当に素晴らしくてね、もう日本最高峰のクオリティというか、もう世界最高峰のクオリティをね、叩き出していたっすよね。マジでスタッフの過労が心配というか、それぐらい戦闘シーンすごかったので、まあ、また後でね、まあ、見返したいなと、そう思ったね、シーンとなってますね。っていうか、銃は見返したいね、また。でもってね、炭治郎もそこにサポートしながら混ざるんですけども、いや、顎やられてたっすね。顎ね、攻撃されてたっすね。鎌でね、刺されてたっすね。いや、マジで痛そうというか、毒大丈夫なんかなっていう心配あるっすよね。でもまあ、いいところまで来てるんでね、まあ、首を切ってほしいということなんですけども、ちょっと心配だったんだよね。いや、でもさ、それによって炭治郎覚醒していてですね、なんとね、最高の展開来ましたねっていうことで、いや、炭治郎の額にね、あざが発現しておりましたね。これはやばいっすわ。本当にやばい。しかもね、ここの演出がマジでかっこよくてね、焼けるように発現していたんですよね。まあ、あざっていうのは後々説明がねアニメでも入ると思うんですけども、いやもう本当にあざの発言っていうのはやばいんですよ。で、まあ、鳥肌がやばかったよね。まあ、言うなれば、まあ、覚醒状態ということなんですけども、いや、もうね、その条件っていうのは結構厳しいので、いや、ほんと素晴らしいよということで、まあ、髪もね、逆立ってたし、めちゃめちゃかっこよかったよということでね、もう炭治郎のあざの発言はね、もう本当に鳥肌というか、本当にもう泣きそうになっちゃったね。よかったね、本当に。で、そしてですね、まあ、なんとこちら側もやばいよということですね。なんと、伊之助が復活しておりましたね。大丈夫なんかーい。大丈夫なんかーいと相変わらずね思っていたんですけども、伊之助はね心臓の位置をずらしていたみたいでね、まあ大丈夫だったみたいです。そしてですね、まあ毒も山でね育ったんで効かねーって言ってましたけども、いやすごいすごいです。マジで激アツすぎるよということでね、本当に伊之助の復活も本当に最高だったんですけども、こっから最後の畳みかけやばかったよねということで、はい、3人のね、まあ、本気っていうのが混ざり合ってですね、なんと皆さんついにですよ、ついに首を切りましたよということで、もう演出含め本当に素晴らしいね、ほんと素晴らしいシーンでしたわ。最高だったね。マジでよかった。で、月の光に照らされてる感じとかもね、これほんといいよね。アニオリなんですよねこれね、背景アニオリなんですけども、いやマジでね最高の演出なんですよね。UFO テーブルさんがねほんとこだわってるなって、そういうのを感じさせられるね、そういう描写だったんですけども、ほんとよかったですね。で、そしてね、まあお互い転がり合ってね、まあ巡り合う二人ということなんですけども、このねお互いに見つめ合った時どう思ったんだろうね。あやべえって二人とも切られちゃったってね思ったんでしょうかね。牛太郎もね、抱きさえ切られなければ大丈夫みたいなことをね直前に言ってたんで、まあ、ちょっとねやらかしたってなったんでしょうね。でここのさ、妻の喜びのシーンも良かったっすよね。切った、首切ったっていうシーンね。遠山奈さんのなんかちょっとアホらしいアフレコというか、演技力というか、妻のね演技っていうのがすごく遠山奈さん良かったっすよね。やっぱり遠山奈さんね演技力あるんだよね。そこはねほんとスマ良かったなと思ってるんですよね。でもって最後ね、まあ、首を切ったのはいいんですけども、炭治郎とね、まあ、宇髄さんが毒を食らってるんで、まあ、死にそうになってしまってるんですよね。それはそれでちょっとやばいよということで、まあ、結局死んじゃったら意味ないよということなんですけども、でここねさらにやばかったよね。炭治郎がまあ意識を朦朧とさせているとですね、まあ、なんか宇髄さんが叫んでいるんですよ。やばいと、まだ終わってないってね聞こえたんですけども、最後ね牛太郎が倒された怒りで、なんと断末魔の
のソテーがね加わった演算旋回を放ってきましたよということで、最後のあがきですね。牛太郎やばかったわ。あーこれ大丈夫なんか本当に。炭治郎とかね、宇髄さんは結構近くにいたからね、ダメージ食らってはいるよね。だからちょっとね、まだまだ油断できないというか、最終回次回ね、ちょっとね、ほんとその辺がどうなっていくかっていうところもね、ちょっと心配ではあるんですけども、多分大丈夫かなと思うんですけども、ちょっと怖いね、エンディングというか終わりだったんで、ちょっと怖かったですね。でまあ次回もね、最終回だからなんか特殊演出ありそうだよねということでね、まあそんなわけで今回第10話はまあここまでとなりました。いや最後のエンディングはちょっとかっこよかったですね。うん、いや本当に最高でした。劇場版一本見たね、そんな気分になったんですけども、いやもう本当に文句なしのね120点というか、もう次回最終回なのが悲しいんですけども、もうそれ以上にね満足感が高かったねっていうことで、もう本当に僕はもう満足しておりますね。はい、ということでですね、まあ、今回のスタートなんですけども、こんな感じということですね。まあ、今回のスタートはですね、まあ、前回牛太郎がですね最後に放った演算旋回っていうのをね、まあ、禰豆子が止めるシーンから始まりましたよねということで、いや実はですねこちらのシーンなんですけども、こちらのシーンね、まあ、アニメオリジナルとなっておりまして、原作ではですね禰豆子が止めたシーンっていうのをね、まあ、描かれていなかったんですよね。しかしですね、まあ、アニメでこのシーンが描かれて、まあ、すごい良かったなと思ってますし、まあ、裏でね、まあ、禰豆子が活躍していたんだなと分かって本当に良かったね、まあ、シーンとなっております。はい、良かったですね。はい、で続いてですね、まあ、こんな感じで、まあ、そんな牛太郎のですね、まあ、災害っていうのは収まりまして、禰豆子がね炭治郎を起こすシーンっていうのがね、まあ、あったんですけども、ここはですねめちゃめちゃ禰豆子が可愛くて本当に良かったね。マジで本当禰豆子可愛いね。なんでこんな可愛いんだろう、今回めっちゃ可愛かったね。でそしてですね、まあ、善逸が炭治郎を呼んでいてですね、近くまで行くとですね、なんと善逸は相変わらずのね、まあ、二重人格でして、自分が起きたらね体中が痛いと言っておりましたけど、とあの善逸は偽物だったのと、前回の善逸は何だったのって感じなんですけども、いや善逸そんなに忘れてたんかっていうぐらいね、あの前回の善逸は何だったのかという怖い気持ちになりましたけども、あのイケメンの善逸は誰だったんだって感じですよね。でそしてですね、まあ、伊之助を発見するんですけども、毒がですね全身に回ってしまっていてですね、まあ、死にかけていたんですよね。でそこでなんとですね、まあ、禰豆子ちゃんがはい、チートを使いますよということで、血気術でね、まあ、伊之助の毒をですね、まあ、浄化することに成功しますよということで、良かったですね。はい、で禰豆子がいなかったらね、これおそらくね伊之助は死んでいたんで、ほんまいてよかったねって感じですよね。いつもほんと重要な役どころでね、まあ、活躍してますね。でそしてですね、まあ、続いてこんな感じで、うずいさんもね毒によって死にかけているわけなんですけども、ここね、いやスマがさめちゃめちゃうるさくてね、なんでスマこんなうるさいんだって感じなんですけども、なんかねうずいさんがね言おうとしてるとですね、まあそれにめちゃめちゃ被せるように、まあ大きな声で話すよということで、いやちょっとねスマうるせえって感じだったんですけど、まあそんなね、まあ、ギャグシーンは置いといて、まあ相変わらずね、まあ、禰豆子っていうのがねほんと活躍してましたよねということで、禰豆子がね、まあ、毒を燃やしてね浄化してましたよということでね、良かったですね。相変わらずね禰豆子は今回可愛かったしね、良かったね禰豆子ね。で続いてですね、まあ、炭治郎はね鬼の首がちゃんと切れているのか、まあ、確認しに行くわけなんですけども、ダキと牛太郎がですね、なんとめちゃめちゃ喧嘩してるんですよね。でお前がいなかったら絶対勝てたよとかね、めちゃめちゃ喧嘩してるんですけど、まあここだよね、まあ、炭治郎のムーブっていうのはねめちゃめちゃうるっときましたよねということで、まあそんな喧嘩しているね、まあ、鬼の口をですね、まあ、塞いでですね、まあ、嘘だよと、まあ、そんなこと思っていないよと、まあこの世でね、まあ、たった二人の兄弟なんだからと言うんですよね。いやーもうちょっとね泣いてきますわ。あんだけさいじめられてさ、あんだけさひどい目に遭わされたね炭治郎がね、なぜそんなにね鬼をかばうんだということでね、いや炭治郎ねマジでね優しすぎるんだよね。いやまあ鬼滅の良さでもあるんですけど、もともとね、まあ、鬼も人間だったと、まあ、そういった背景をね尊重しているからこそできる行動だよねということで、いやこれはね炭治郎にしかできない行動でね、いやもう本当にね素晴らしいなと思いましたし、まあうるっときましたね。さあそしてですね、そこでダキと牛太郎のですね、まあ、回想シーンに入っておりましたけども、人間時代のね牛太郎っていうのがねめちゃめちゃ貧乏でね、めちゃめちゃいじめられていたとね、まあ、いうシーンがねありましたよね。まあかわいそうでしたね。でそしてね、まあ、人間時代よく使っていたのが鎌ということで、まあ、これがね後のね、まあ、鬼の武器になっているんだよっていうね、まあ、伏線なんかもありましたよね。でそしてですね、まあ、ついに牛太郎にはね、まあ、妹が生まれましてね、名は梅
メと言うんですよね。そうです、まあダキのことですということで、いやめちゃめちゃ可愛いね。いや本当にねめちゃめちゃ可愛いんですけど、いやねウメねちょっとね人間なんだけど、どこかね関わらない方がいい雰囲気がね漂っておりまして、いやこれがね表現できてるっていうのがねすごくいいねということで、ちょっと地雷系女というか、まあ関わらない方がねいいね、なんか女って感じがねしてますよね。でもまあめちゃめちゃ可愛かったです。はい。でそしてですね、まあある日ダキと牛太郎はですね、まあ取り立ての仕事をしていたんですけども、梅がですね、まあ客とトラブルになりまして、まあ牛太郎が帰ってくるとですね、まあ丸焦げになっていたんですよね。でそんなわけで、まあ梅と牛太郎っていうのは、まあこの世の上ではね、まあうまく生きていくことができないということで彷徨い歩いているとですね、まあそんな時出会ったのがこちらということで、元上限の6であるドーマということで、いやー本当にドーマ出てきちゃったよ。喋っていたしね。そしてねドーマめちゃめちゃかっこいいね、キャラクターデザインね本当にかっこいいね。これはめちゃめちゃいいね。でそしてですね、まあ、声優さんがなんとこちらということで、宮野守さんにね、なっておりましたね。はい、よかったです。声優予想もね、なんと第1位予想がね当たりまして、これは本当すごいねということなんですけども、よかったですね。はい。でなんかドーマのアフレコね、まあ、絶妙にキモい感じとかサイコパスな感じっていうのがすごくね、まあ、漂ったアフレコでして、これがマジでね最高だったんだよね。いやードーマもっと見たいね。そういったね、まあ、本当に短かったんですけども魅力をね感じるシーンとなっておりました。さあそしてですね、まあ、そんなね牛太郎と梅はですね、まあ、鬼になるわけなんですよね。でまあそこでね、まあ、回想シーンが終わるんですけども、牛太郎はですね、まあ、心残りがあるわけなんですよね。それはですねこちらということで、はい、梅っていうのは本来ならねもっと幸せになれたんじゃないかと、自分が不幸にさせてしまったのではないかと、まあ、悔やんでいるんですよね。まあ、だから牛太郎が、まあ、自分の人生はどうでもよかったということなんだけど、まあ、梅がねちょっとね自分によって、まあ、不幸にさせてしまったんじゃないかと、まあ、そういった後悔をね、まあ、残しているんですよね。まあ、そこでね、まあ、おそらくここは天国と地獄のね、まあ、狭間の世界だと思うんですけども、ここでですね、まあ、牛太郎っていうのは、まあ、ダキに向かって俺にはついてくるなと、まあ、言うんですよね。てか皆さんねここのね後ろのね背景っていうのをよく見てほしいんですけど、これね、まあ、光と影になってるんですよね。でまあこの明かりの描写っていうのがね、まあ、非常に大事で、まあ、光っていうのがね、まあ、どっちからどっちに向かっているのかっていうところね、まあ、注目してみてほしいんですけども、まあ、そんなわけでですね、まあ、牛太郎はですね梅に向かって俺についてくるなと、まあ、言うわけなんですけども、まあ、ちょっと悲しいセリフなんですけどね、まあ、そういったセリフを言うんですけども、梅がですねするとですね、まあ、ちょっとここ本当にやばかったんですけど、牛太郎にしがみついてですね、絶対嫌だと、何度生まれ変わっても私はお兄ちゃんの妹になるというわけなんですよね。いやーここねほんと見返したらね涙が出てきちゃったんですよね。ほんとちょっと泣いてきますわ本当に。いやーほんとあったけえば、俺にもさ梅がいてさ梅にさこんなこと言われたいね人生だったよね本当に。もう悲しいわ。でそしてですね、まあ、牛太郎とダキはですね、まあ、お互い同じ方向、光と影でいうところの影の方向にね、まあ、向かっていくわけなんですけども、まあ言うなればですね、まあ、地獄に向かっていくわけなんですよね。いやーこの演出っていうのがめちゃめちゃ良かったね。炎の演出とかねほんと良かったんですけど、いやーこの暗闇に向かっていく二人なら怖くない、そういったね意味があるのかもしれないですよね。まあそういったちょっと意味深なね描写というか、まあ深いね描写でしたね。すごく良かったですわ。最後のね二人良かったっす。まあそんなですね、まあ兄弟の愛っていうのをね、まあ感じさせられる描写でしたね。はい。でそしてですね、まあついにダキと牛太郎がですね、まあ塵になって消えていきましたよねということで、このシーンはね最後丁寧でしたね。めちゃめちゃ良かったね。ちょっとねやっと終わったとかね炭治郎言ってましたけどね。でそしてですね、まあ、ここで変なやつが来ますよということで、こちらですね。はい。誰だお前、あ舐めてんのかお前、お前さ遅れてきたくせにさめちゃめちゃ生意気だぞということでね、まあどうせね甘露寺光さんとこいつ密売りしてたんですよ。まあもうねここは感想なんかありませんよ。誰ですか本当にこの人、蛇の人誰、俺知らないんだけど誰、蛇柱のうんち、このねちょっとね遅れてきたくせにねなんか謎に上から目線ということでね、ちょっと僕はイライラしましたけどまあもう特に感想なんかありませんわ。さあそしてね親方様のシーンなんかもありましたよねと
ということなんですけども、ここについてもですね、まあ、特に僕は言うことないですね。まあ、親方様の死が近づいてしまっていてちょっと悲しいのでね、まあ、ノーコメントでいきますよということで、まあ、特に感想はないです。はい。で、そしてですね、まあ、皆さんお待ちかねのシーンということで、こちら、ついにですね、まあ、赤座が無限城に召集されますよということで、えぐくね、これはえぐい、何がやばいって、まあ、無限城の作画がやばくないですか。うん、なんかね、進化してるんだよね。うん、一期の頃の無限城とはまた違うんよ。雰囲気も作画もね、めちゃめちゃね、変わったんですよね。いや、クソ楽しみだわ、本当に。うん、パワハラ会議ね。いや、無限城めちゃめちゃかっこよくなってない？いや、しかもね、この描写とかも結構アニオリでね、漫画とはまた違う角度だったりするんですよね。いや、これもまた無限城の良さだよね。いいっすね。で、そしてですね、まあ、ついに皆さん、はい、この1話から始まりました、遊郭園がですね、第11話をもって、まあ、最終回を迎えましたよということで、最後のシーンなんですけども、こちらです。いやー、本当に、最後のシーンか。いや、涙が出ちゃうというか、なんか感慨深いですね。よかったね。最後このシーンはよかった、本当に。あったけーよ。もうこの4人組っていうのは本当あったけーよ。かまぼこ隊、めちゃめちゃあったけーば。いやー、めちゃめちゃいいシーンでしたね。で、なんかね、最後ね、アニオリなんかもちょこちょこありまして、めちゃくちゃよかったですね。はい。これからも鬼滅の刃についていきますよ、ということで、皆さん、鬼滅の刃遊郭編、全話。見ましたけども、いかがだったでしょうか。いやー、もうほんと全話まとめてみたいというか、毎週1話ずつしか見てなかったから、まとめてちょっと一気見したいなと思ってるんですよね。だから今週末あたり僕はね、ゆっくり見たいなと思っております。はい。皆さんもね、ぜひぜひ遊郭園見返してみてください。まあ、そんなわけで本当にね、文句なしの最高のアニメ化っていうのがね、まあ、なされたんじゃないかなと思っております。はい。まあ、原作のね、まあ、5倍ぐらいおもろくね、なったんじゃないかなと思っております。ということで、まあ、もう本当にね、決め鬼滅の刃の制作陣には感謝しかないので、もうゆっくり休んでください。もう本当にお疲れ様でした、ということでね、まあ、皆さんのね、感想コメントなんかもぜひぜひコメント欄の方によろしくお願いします。ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。ということでですね、まあ、次回はこちらということで、刀鍛冶の里編第1話となっております。いやー、もうね、アニメ化決定嬉しかったですね。さあ、ということで、皆さん高評価とチャンネル登録はお済みでしょうか。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。